まあ何回ぐらいになるかわからないんですが、一応ですね、まあ吉本の2冊の本があるんですが、前段討論というのと、アジア的ということというのがありまして、それで、まあこれ両方とも関連してるわけですが、まあある面で言うとアジア的という概念は世界史の段階で今、まあ、アジア的なものというか、アジア的な段階概念みたいなものをですね、吉本が理解することを通して、世界の認識っていうか世界認識の方も新たに少ししようということで展開した、まあ、アジア的ということっていうのがありまして、まあ、それをある程度重なるわけですが、前段討論っていうのはかなり沖縄問題にですね、沖縄の問題っていうことにかなり絞りながら68年か70年ぐらいの時代に、かなり書かれているわけですね。で実はまあこの南東論を主要なテキストにして全体の議論をまあある程度進めるという構想なんですが、まあこの南東論というのは実はいろんな複雑な問題がありまして、複雑というのはここの冒頭に書かれている南東論というのは南東論の関係ってこれは1988年かな、89年かな、前南東論、南東論除雪というか、和別湖ですかね、この辺のところは、ここはですね、沖縄の現地での講演集会なんですね。吉本さん、講演やって、多分そうでしょうね、多分そうだったと思うんですが、こう展開しているわけですね。でこのまあ前年ですね、87年だったと思うんですが、これがね86年にですね、まあ、僕と中上健二と吉本流明の3人の共同主催で寺田倉庫で今吉本流明24時間というのをやったことがあるんです、ね、でその時にまあ吉本さんはかなり都市論を中心にね、かなり都市の問題を展開してて、その影響が、まあこの南東論の中にも、まあ、出てきてるわけで、この南東論が実は87年の頃に出された南東論、まあ、吉本が、沖縄へ行ってやってる講演なわけですね。で実は南東論自体が提起されてるのは70年の前後、72、3年前後で、この後半の中に講演が入ってますが、これは当時僕らが所属してた政組織ハンキアというグループを僕らが作ってたわけですが、その中で吉本さんは何度も、なんとこの講義をして、講演をしてもらった記憶があるんですが、まあ、その頃、沖縄問題をどうするかということで、非常に政治的には72年の沖縄復帰をめぐる沖縄闘争が非常に展開されている時期に、沖縄問題との直接的な関係の中で南東の問題を考えた問題で、でその後、まあ、72年から74、5年ぐらいで、まあ、吉本の南東論というのは少し挫折というか展開がその後消えてて、で久しぶりに、まあ、ある程度展開しているのが、79年1987年ですね。もう今からと随分経つんですが、二十何年前なんですかね、87年か、その展開を沖縄行ってやっているというですね。でこのアジア的という方はですね、実はこれはこれも80年代の冒頭初頭に、これはかなり思考に書かれた議論がいろんなものを取り集めて、アジア的というドキュメントっていうアジア的という本が出てたんですが、そのことの中で、まあ、展開しているその問題があるわけです。ですからある面でこの問題の段階には例のフーコーとの吉本の世界認識をめぐっての対談というか両方とのですね対談があった時期も挟んでいるわけですが、一貫してまあ吉本がその
歴史段階としてのアジア的なものをまあどういうように理解するかというか、そういう議論をですね、歴史の近代的な発展コースって、まあ、古典古代からアジア的な段階を経て3番目に封建制というふうに言われてるけど、ゲルマン的共同制ということになるわけですが、ヨーロッパ近代を経てですね、そこからまあ近代を経て封建制から資本制へ行って、で資本制の次にまあ社会主義へ行くというか、そういう一つ の歴史的な概念、発展段階概念に対して、実はそういう問題はやっぱりそうはいかないんじゃないかっていう、そういうとこう、その近代の過程の中で、どういう問題が生じるかということで、まあ、アジア的な問題を、まあ、マルクス主義の中ではですね、アジア的生産様式論争とかね、アジア的なものっていうのは戦前、まあ、マルクスが資本主義に先行する諸形態っていうので、問題提起をしたりして、これはまあアジア的な段階、まあ、ヘーゲルの歴史的な段階をちょっとその理念を抜いて、まあ、生産過程の問題を中心にして資本主義に先行する歴史的諸形態というのを分析して、まあ、その中でアジア的生産様式という概念を取り出している問題があって、そのことが一つの議論になってきた過程があるわけですね。でここにまあどういうあの議論がありますか、あったかというと、マルクスの晩年の中でいっぱいインド問題というね、インドにおける資本主義の非常に凄惨な過程というのはどういうふうに評価するか認識するかという問題を巡って、インド問題が一つあったのと、あとはザスリチへの手紙があるわけですけど、ロシア革命がね、その近代化を経るのか、どういう近代的な過程を経るのかということを巡ってのザスリチへの手紙ということで書かれている問題があるわけです。でそうするとこの吉本がこのアジア的ということの段階ではですね、入り口は冒頭はインド問題とザスリチへの手紙と、それに対応したロシア革命におけるアジア的なものの認識ということで、レーニンのロシアにおける資本主義の発達、農業問題の理解、それからロシアにおけるロシアマルクス主義における諸問題ということで、アジア的なものの理解の欠落っていうのが結局、まあある面でレーニンをある面で薄っぺらな近代主義者にした、進歩主義者にしたというような近い批判元のところもあるわけですが、レーニンの一定的な評価を認めながらも、そういうところで、ロシアマルクス主義のアジア性ということを、アジア的理解の欠落から来るアジア的なものを逆に無意識に残しちゃったということと、そのことの問題をやっぱり体験できなかったということを、はい、で僕はですね、今この問題がね、もし議論されるとしたら、多分ロシアの問題じゃなくて中国の問題で、一体中国っていうのはそのアジア的生産様式、アジア的なものの問題をどういうような形でその残してるのか残してないのか、アジア的なものをどう評価するのかっていうことの問題で、やっぱ中国革命と中国の現代を理解するために非常に重要な糸口に、むしろここで吉本さんがレーニン批判やロシア革命をめぐるマルクス主義の議論のいろいろやってるね、展開っていうのは非常に大きな位置を占めるんじゃないか。でこれは中国でももちろん戦前に、アジア的生産様式をめぐって中国革命っていうのは、要するにアジア的生産様式を問題をどうするか、どう扱うかっていうことでめぐってですね、いくつか の議論があったわけです。で、まあ、31年にコミンテルンが中国革命というのは基本的に封建制に対する打倒革命である、反封建革命であるという規定してですね、アジア的産業主論争を抹殺しちゃうわけですけど、でその抹殺することによって、逆にアジア的産業主論争の問題っていうのは中国革命の中で消えてしまうと。でそうするとですね、中国における、まあ、封建制の打倒闘争、まあ、反日の思想もそうなんですが、そういう革命戦略は、1931年のコミンテル5回大会か、なんかで決定してですね、
中国革命の路線として路線からアジア的生産様式論争が排除されてしまうわけですね。ですけどアジア的生産様式論争ってのは戦前の日本でも中国革命めぐってかなり議論があったところで、で、まあ、有名な理論家としてはマジャールっていうのがいるわけですが、まあ、日本でも立花しらきとかいろんな人がアジア的産業史論争の話を取り上げてるわけですけど、この問題をどういう形でもう一回包括しながら現代的に問題になるかっていうのは、多分僕は中国 の革命って一体何なんだって、中国の中国革命って何だったかっていうことをめぐって の政治革命社会領域から評価するときに、毛沢東のいろんな理論思想の見解をですね、まあ吉本さんここでやってるレーニンの問題についてのレーニンとロシア革命の中におけるアジア的なものの認識ということはどうだったかということを、マルクスが前にやっているインド問題やザ・スイーチェの手紙でやってるですね、まあ、要するに見る共同体というか、そういうものをどうするのかということの議論の中で展開している問題があると。でそのこととこの南東論までの間にはかなり距離があって、南東論というのはね、まあそうなんですけど、そういう視野の中でもう一回南東論を位置づけ直すした場合にどういう問題が生じるかっていうところで、この南東論があって、南東論自身はまた当時の沖縄豆腐というのはどう関連しているのかと。沖縄豆腐の時に沖縄 の70年から72年の沖縄返還協定に至るまでのその闘争段階でですね、実は沖縄はその沖縄の軍政が日本へ復帰するということによって、日本に奪還するのか日本へ復帰するのか、いや沖縄独立かとか色を巡ってですね、実は沖縄闘争の議論があったことと非常に関連しているわけですね、南東論は。でそのことに対して南東論はどんな立場を付与できたのかっていうと、実はまあその政治理論と政治層として展開していることと、沖縄の吉本さんの視野の間にはかなりまあ差というか落差があって、で僕らもそれをどういうふうに考えたらいいのかでまあ苦労したわけですが、吉本さん自身はもうはっきり始めから闘争自体はある程度しょうがないんだ、もっと違う視野で問題を展開してるんだっていうことが南東論の、だから直接南東論は沖縄闘争に絡んで沖縄闘争の方に方向性を与えるということのイメージがあったんでしょうけど、それは直接的なね政治方針とはやっぱり関係ないなく、もうちょっと違う視野で展開されていたっていう問題があって、その問題は現代逆に今の沖縄の、まあ、辺野古基地とかですね、沖縄をめぐるここ数年のやっぱりかなり大きな闘争、まあ現代も続いてるわけですが、その中でもう一回南東論を考えた時にどういうこれが位置づけられるのかと、あるいはどういうところでもう一回これを位置づけた形で読み直せるのかというような形の問題になるわけです。で一方でアジア的な問題という時には、多分僕は今やっぱ中国の問題を、中国のこれからのね中国社会どこ行くのかって、中国何だったのかっていうことを考える時に非常に大きな、まあね、要するにアジア的な概念を理解しないと中国名何なんだか分かんないっていうことに多分なるだろうと。で僕 のそういう意味で言うと、中国の問題に関しては非常に分かりづらいわけですけど、まあ一応中国問題に関してね、それなりに明快な面白い回答を出してるのは小室直樹が中国社会については中国とは何かっていう中国社会についての分析をやって中国論を出してるわけですけど、これは比較的面白いんですけど、これは独特 の中国の共同体と共同体 の形成問題というのと、もう一つはやっぱり法家の法家っていうんですかね、家って書いて法家って読むんです、法家と読むんですが、法思想がやっぱり中国の近代的な法思想になっている、近代国家思想の中心にかなりあるんだと。だからアジア的なその国家思想を中国を受け継いでいるんだけれども、その中の国家思想というのは儒教的な国家思想ではなくて、むしろ法家の子孫だという、でこれは非常に重要な視点で、僕もむしろ日本の近代の思想の中で法家の思想というのをもう一回きちっと位置づけ直さないと
明治以降の日本における国家の国家思想の中での法思想の一致っていうのは法って何だったんだっていうことに関する分析がつかないというか、いう問題があるんです。でもその辺のことも全部含めましてね、中国とは何かというような問題を考えるときに、多分このアジア的ということは非常に重要な示唆を与えてくれるんじゃないか。でほぼレーニンの分析、ここでレーニンがやってる、吉本さんがやってる分析はですね、そのまま毛沢東の理論分析、毛沢東の理論って毛沢東の思想の分析にかなり適用できるんじゃないかと。で僕自身はですね、1976年から79年ぐらいまで当時、今でもあれですけど健康という雑誌がありましてね、そこで中国のイデオロギーということで毛沢東論を数年に何年か経って検討した時で、それはちょうど吉本さんがここでやってるアジアマルクシーのレーニンのアジア的要素に批判と批判と大体該当するような作業を中国革命論、中国毛沢東論批判をやってて、でその延長上で今の中国の政治思想というか、要するに特に天安門事件もずっと経てるわけですが、これからの中国革命の展望の問題ということを考えたときに、どうしても議論しなきゃいけない問題として出てくるというような形のところがあって、そういうように読んでたわけです。で今日はですね、皆さんこっちの方の高いこのね、これなんだろう、このテキストをみんな持ってきていただいてるわけですが、このテキストはちょっとまだ入るまでには、むしろどっちかというと今日はアジア的っていうことの基本的な概念の説明っていう、あるいは基本的なところの理解ということからですね、これの特に1から5の前半のテキストでところでですね、ちょっとお話をしたいというか、要するにだからここでアジア的っていうこととかそういうことの基本的な問題をですね、皆さんにちょっとどういうような形でそういう議論があるのかというか、現代の世界あるいは現代の日本を認識する上でね、アジア的な段階とかアジア的要素っていうのは歴史的にどういう形で、その意図が残ってるのかというか、理解をしたらいいのか、でその問題は現代どういうふうに決着がついたのかっていうことについてですね、議論をかなりをやりたいっていう、ちょっと皆さんに問題提起して、今日はどっちかってこの辺をやってですね、この乱闘論に入るまでもうちょっともうあとワンステップぐらいかツーステップぐらい置いて、全体的な乱闘論、沖縄の問題かなりちょっと違ってくるんで、この乱闘論に入るとボケ論とか折口の話とか柳田国夫の話とかですね、そういう民族の話とかちょっと話がなんでですね、ちょっと違う分析をしなくちゃいけないんで、でこの問題の段階で今の最初の段階で、吉本がそのやってる最初にやってるところはあれなんですね、インドマルクスのインド問題でザスリチェの手紙の2つですね。でこれと絡んでもう一つやってるのはレーニン のアジア的なものの理解、特に農業問題の理解とかですね、そういう問題理解ということになっ なってるわけです。でこの問題はですね、レーニンはアジア的生産様式のことに関してはあまり読んでなかったんではないんじゃないかと、マルクス自身もそのアジア的生産様式という概念の問題で理解してないんじゃないかというふうな形があるわけですね。でなぜそういう議論が起こってくるかというと、歴史のですね、歴史のその概念の基本的なものはヘーゲルの歴史哲学ということをある程度念頭に置いて問題展開されているわけですが、一応その原始共同体論というか原始古代ね、古典古代というか原始共同体という世界が一応あってですね、ここは全面的に
原始共産制あるいは原始共同体社会という時代が歴史的にある時代が規定されていて、でそこからですね、歴史っていうのはアジア的段階っていうの、生産様式の段階っていうのをこう歴史は減るわけですね。でアジア的生産様式です、もう生産様式でアジア生産様式という言葉が言うわけですが、これは経済的な生産様式から国家形態から文化形態からかなり総合的なその形態になるわけです、なるわけですが、アジア的な形態というのがあってですね、でこのアジア的な生産形態というのがアジアでは非常に深くですね、何千年もまあ歴史として残ると。で、まあ、ヘーゲルで言うとアジア的停滞論という、停滞社会という言い方をするけど、何千年もですね、アジアの悠久のアジアということでもいいですけど、同じ生産様式変わらないアジア形態というのは残ってて、でヨーロッパはですね、実はアジア的生産様式がなかったんではなくて、あってあるんだけど、早い形でアジア的生産様式っていうのはですね消えてですね、で封建制とゲルマン共同体っていうか、近代共同体に封建制に入るわけですね。で封建制から、まあ、資本制近代社会へという発展過程をたどるわけです。そうするとそのアジア的産業式をかなり濃厚に残している社会、あるいは社会というのはですね、どういうような形でその近代化へ向かうことができるのか、あるいは近代化のと関連できた次の社会のステップへ行くのかというような段階を巡って議論があるわけですね。でこのアジア的産業式の生産アジア的段階というのは実はその原始共同体の時代の、まあ、次に来るわけですが、世界的に全部一応歴史段階で通過していると。でなぜかヨーロッパと世界の違いは、ヨーロッパはそれは非常に簡単に解体して通過していくわけですが、で次の封建制へってゲルマン共同体へ行くわけですが、アジアはそういかないと、封建制いかないって。日本の場合にですね、日本は実はこのアジア的生産様式、アジア的段階をそのアジアに属してるんだけれども、かなり早い段階で要するに封建制へ移行したと。だから日本資本主義はやっぱり近代化の過程がすんなり明治維新から行ったんだっていう議論を、これはウィート・オーゲルがね、東洋的先生っていう本を書いて、アジア的なもので中国やソ連もアジア的ものの非常に残存というか、その影響力も強いですがね、古代先生国家的なものの存続に残した。これはアジア巨大なその水力官僚の社会って、 水の力ですけど、水力社会っていうような社会でですね、アジア的生産様式とアジア的な統治機構が出来上がって、でそれに対して日本の場合にはアジア的なものっていうのは比較的封建で早くなったから、アジア的なその概念をヨーロッパに近く近代化に、日本がその封建制が近代化へ行ったというのを、まあ、ウィート・ホーゲルは日本は例外で除外すべきだという考え方を立てているわけですね。でこれに対して吉本さんはむしろ、いやそうじゃないという形で、アジア的だってい う日本の封建制っていうのは実はアジア的な共同体 の内部に包摂されるものだっていう理解をしてて、ここは封建制かどうかっていうウィート・ホーゲルやそういうものの理解とかなり違うで、どこが違うのかって、やっぱ私的所有っていう概念が、私的なものを成立する所有っていう概念が違うんですね。でだからゲルマン共同体 や共同体っていうのは土地の所有っていうのもことごとく共同所有がもう解体してですね、私的所有に変わっていくって。だから封建所有で、だから封建所有から近代所有へという、近代的な私的所有へっていうのは転換が比較的容易だったんですが、日本なんかの場合には土地は確かに私的所有の形態、自分の住んでる時はうちは私的所有だけど、土地そのものはもともとやっぱり共同体的所有、天使のものだとか国家のものだっていう観念が日本の場合には非常にやっぱりそれなりに働いあったんだっていうのがあって、ヨーロッパの同じ封建制の形態で、ヨーロッパ封建制とアジア日本の封建制がね、江戸時代にずっと含めて見えてもね、全然違うものだっていう、むしろ日本の封建制っていうのはその外部に
土地の観念だ、土地をやっぱり私有するという概念は基本的に日本にはなかったんではないかっていうのは吉本さんの、アジア的なものの、その理解でちょっとウィトホーゲルやその人たちが日本は封建社会を展開したんでアジア的社会はではないんだよっていう展開の仕方をねしてる、そういう仕方とはかなり違ってる展開をしているところがあるわけでありますね。で、まあそういうことをですね、一応前提にしながらですね、見ていて、この中で吉本がその一番最初に展開しているのはアジア的なその問題の一つでインド問題ですよね。で、実はインド、これどういう問題かというと、インドのインドに有名東インド、インドね、会社、インド貿易会社ができて、でこれがやっぱりインドの植民地支配をする先兵としてですね、インドの伝統的なその農耕、伝統的なアジア農耕社会をやっぱり決定的に、そんな共同体みたいなのを決定的に解体しちゃうというね、こういう事態があるわけですね。でこの解体過程がもう惨々たる過程であって、まあ、要するに農業共同体、アジア的な共同体で中国、まあ、続いてきたインドのそのやっぱ解体したことをどう評価、どう見るかという問題があったわけです。でインドのその見る、まあ、インドの共同体っていうのはね、一番下に農業社会があって、農耕社会があってね、で農耕社会と織物ですよね、家内工業ですけど、織物の家内工業とこれが2つの足、両足になってて、要するに織物を作ってるインド織物の織物とインドの農業社会と共同体組んで閉鎖的でずっと続いていてですね、まあ、その上にそれぞれ小国家の幻想共同体というか超国家が争っての乗っかってるっていう、乗っかってる共同体で全インドをまあ形成している。だからインドは統一国家があるように見えてですね、実は統一国家が あったわけじゃないと。だから要するに小共同体の政治的利用、政治的共同体のですね、間をですね、イギリスは実はうまくその分割統治をして、政治的に統治をしたわけですね。これその分割統治はなぜそれができたかというと、ヨーロッパではですね、実は君主論なんかではマキャベリの君主論が書かれているようにですね、血で血を洗うやっぱり統治権力をめぐる、そういくつか そのヨーロッパの中の闘争があって、戦争も含めてですけど、諸小国家が争う、イタリアの関東が争う、そういう歴史があってですね、まあそこで逆に国家を統合したり技術を結んでいくっていうのは、まあ、アメとムチの文化とその統一の支配形態みたいなと政治的にですね、捕まえていくヘゲモニーというか考え方がかなり連帯しててですね、でアジアのようにそれぞれ地域の村落共同体と結びついた、まあ、小国家が乱立していて、で小国家間が対立しているという、だから、大英帝国というような意味での巨大な国家があるわけではないというですね、そういうまあ言ってみれば国家形態に対して、イギリスがやっぱり、ね、小国家間の対立を結構うまく利用して、まあ、それを分割支配していくという過程と、で一方で工業生産の村落共同体に対してイギリスのですね、織物工業というやつがですね、外からがその破壊的に入ってきて、まあ、言ってみればこの惨殺たる形で、インドの村落共同体を解体し、壊滅し、解体するってわけですね。でそのことは、まあ、その上に乗っかっていたカースト制度やインド的な先制国家のいや古代文明とかインドの文明や文化や文明様式っていうのも全部株構造から言えば、その村落共同体と家内工業に結びついている、まあ、いわばそのアジアで共同体って、共同体の閉鎖的な共同体と、まあ、その上に乗っかる小国家の連合体というですね、形態そのものをうまくイギリスが利用して、政治的に乗っかったんだ、解体してきたんだ。で、その時に一番根本は、
あの イギリスあのイギリスの近代化程っていうのは徹底的にその農耕社会を分解しちゃったっていうこと、分解して分裂しちゃってね、とことん解体しちゃったっていうことの問題なんですね。でこれはなんでそういうことが起こったかっていうとですね、あのヨーロッパの古典古代からヨーロッパがアジア的な生産様式を経ていくときに、あのアジアではアジア的生産様式の段階ではですね、あのいわば奴隷制、奴隷っていうかね、あの農業生産みたいなやつを支配するときにそれぞれの農業共同体っていうのをあちこち残しといてね、ずっとその地域や社会があって、で上の権力っていうのはなんか根こそぎ全部それをその解体したり支援したりするっていう、あの解体したりするっていうよりはその地域共同体はそのまま残しといてですね、そこの上から奉納するっていうか貢ぎ物だけ取るというね、こういう国家形態ですから、あの形態、国家の支配形態であって、ですから村ら共同体も含めてですけど、そういうあの地域の伝統的なその生活レベルの社会の共同体っていうのはそのまま存続できて、要するに貢ぎ物だけ出してそれだけを温存して展開していくというような過程なんですね。それに対してヨーロッパの方はその共同体に対して上からの共同体間戦争っていうのは、対立っていうのは介入してきて全部奴隷にしたり解体再編成していくっていう、そういうそのかなりドラスチックな奴隷制とそういうものを経て分解、共同体を分解させていくっていう過程を経るわけですね。でその過程を経て、要するにあのアジアで共同体みたいなやつがヨーロッパで比較的早く終わってゲルマン共同体に行くっていう、その前には要するに共同体そのものを解体する共同体の対立の歴史っていうか、そういうものがあるわけですけど、それに対してアジアっていうのは共同体そのものを温存してあの国家ができていくっていうか、だから国家編成ということと共同体の中の編成の仕方がですね、アジアとヨーロッパがかなり違うというあの歴史過程があるわけですね。でだからこれアジア的生産様式とか言われてるものは、アジア的な生産様式の本質は何かというと功能性だ、貢ぎ物を要するに上に上げていくわけであって、全部が奴隷的な支配を受けるとかっていうような様式じゃないという形を取ってるわけですね。これはですね、あのだから逆にずっとアジアの中では専制君主がいろいろ変わっていっても、あの貢ぎ物だけ出せばいいわけですから、そのアジア的な生産様式、村ら共同体って何千年もずっと続くというか、長い歴史を持って、まあ、レーゲル的に言えば停滞した社会というふうに言われてるわけで、続いてきたわけですよね。でだからこれはあの多分ね、ある種の想像力の問題だけど、僕らなんかもあの自分の村ら共同体、僕らは育ったわけですから、思ってみると1960年からね、村落が解体していったスピードとね、それ以前の社会を見てるとね、それ以前の農耕社会、戦争中でいろいろ激動があったんですよ、土地というのね、あったんだけれどもね、おそらく村落社会の共同体の仕組みという意味では、もっと綿々と続いてきた歴史がこの背後にあるんだろうなということを感じさせるようにですね、あの村落共同体の存続の仕方っていうか、やっぱりあんまり生産様式が変わらなくて、ひょっとしたら江戸時代も明治以降もその昭和もですね、いくらかの その生産様式の変化はあったとしても変わらないでついてきたような様式を持っている村落共同体みたいなね。でそれは貢ぎ物を取ってその上の共同体と農耕共同体自体に対して本格的なその解体と再編成が始まる、資本主義の成果が始まる、日本ではやっぱり、まあ、大正期以降から始まるんですが、でどっちかというと1960年代以降本格化するわけでね。でそれまではやっぱり農村と都市の対立っていうのは、農村共同体っていうのはそういう形でずっと続いていくっていう、で農村共同体が資本制社会の市場に組み込まれていく形を通して、いる解体というやつが本格化するのは、やっぱり戦前ももちろん米騒動、米問題とかもいろいろあるんですけどね、技術制とかいろいろ出てくるアジアではあるんですが、そういう共同体の枠組みの問題っていうことはずっとあるわけです。でそういう点で言うとですね、
まあ、インドのそういう共同体の問題に関して、まあ、ビール共同体あのロシアですけど、そのインドの共同体がめちゃくちゃにまあ解体して散々たることになるわけですね。でマルクスはしかしね、一方でその共同体のそういう歴史の観点の不可視性だということでやむを得ないというか、そういうことをその避けられないという考え方を一方で取りながらですね、一方であのそういう問題に関してそれをそのまま肯定しているわけじゃないとい う問題があってですね、それがマルクスではロシアのミール共同体の問題になった時にどうするかということになったわけですね。と実はロシアの場合はあの農業共同体が一方でずっとあって、農業共同体の中における資本主義的な発展と封建資本主義の発展過程に行くように封建的な意味で その私的所有のですね、農業生産における私的所有という形はあんまりないわけですね。農業のだけで共同所有で、あの生産もみんなが共同でやって、一定程度自分の住んでるところとか自分のところには所有はあるけれども、土地とかですね、生産物の分配とかそういうものはみんな共同体でやるというか、共同的なものでやるという、あの、まあ、そういうものがあの伝統的に残ってて、でそういうもののあり方がミール共同体というあのいう言い方をしているわけですね。でこのミール共同体の中でですね、ある農民たちはね、あのこの上でこれら彼らを搾取する封建的な搾取するには貴族がいて搾取するわけですが、あのこのですね、貴族 の部分は吹き飛ばして、それで要するに、まあ、その上に乗っかっている専制君主で、専制君主はいいんだけれども、この周りにいるその君主がいかんのだって、あの周りにいるその貴族がいかんのだというので、農民の反論はですね、いつもあって、アジア的なミール共同体を中心にしたですね、と天皇は、まあ、ロシアのツアーですけど、ツアーで利が続いたですね、あの要するに貴族を排除した革命というか解放が行われるというイメージをずっと持ち続けていたと。でこれはその日本の戦前の農本主義がですね、実は日本の社食を中心にする農業共同体農本社会が中心になってですね、要するに戦前の日本で言えば官僚ですけど、貴族万民君天皇制の下で天皇制と結合したですね、社会主義というか、あの農本社会主義を、やっぱり農本社会主義をイメージした農本ファシズムですけどね、いうものと割と似てるその様式がそのアジアの、そのロシアのミール共同体をめぐる問題ではあるんだということに関してですね、マルクスが言ってて、それでマルクスはですね、あのこのミール共同体を 農村の封建社会から農村の資本主義経営という資本主義的発展へ発展過程を通した、そしてその後にその社会主義的な共同農業共同体へというイメージではなくてですね、このミール共同体みたいなものが、資本主義を超えた社会主義共同体と結びついて再生する道があるんじゃないかということに関して、ザ・スイチへの手紙の中でですね、そういう可能性がありますよということをいくらか示唆していることを書いているわけですね。でこれはその後年ロシア革命でレーニンが取ったあのミール共同体の破壊や解体というのとかなり違うんだということを、まあ、吉本は書いているわけですが、その、まあ、マルクスはザ・スリチェの手紙の中でロシアはあのミール共同体をね、あの要するにアジア的生産様式古い形態ですから、一変資本主義的なもので解体してですね、封建制から資本主義的な私的所有を経て解体してですね、その次の後に農村共同体っていうのは社会主義に向かうしかないんだというイメージをあの持ってないと。だからあの、まあ、言ってみれば農業段階における大規模農業っていうのを、ね、要するに、農業の中で要するにあの賃労働と資本家的経営をやる農業っていうのはロシアの中にもあるわけですけど、極めて少数なんですね。でこれが多数派になることに、まあ、ある面では次の段階に行くためにはレーニンは必要なんだということを非常に強調してロシアの農業の発展段階論を考えているわけですけど、やっぱりそうじゃないんじゃないかと。で必ずしもそのミール共同体の持っている原始的共同体っていうのは、あの
生産様式の共有様式ですから、それとその近代資本主義のその発展段階と結合した形でですね、それを要するに次の社会の中で再生することは可能なんだっていうあのイメージでですね、マルクスはその資本主義の次の社会を描くときに見る共同体の問題をどうするかということに対して、多分レーニンやレーニンが描いてたボルシビキのその農業政策、見る共同体に対するロシアの対応ということに関して違った構想をやっぱり描いてたというイメージがあるんですね。でこの問題がですね、実はアジア的段階を理解する上でどういう問題なのかって非常に大きな問題になってて、でこれはまあ後でこれはまあもうちょっとですね、毛沢東の人民公社論とか毛沢東の農業問題に対する対応とかですね、中国民においてこれどうあられたか、中国の場合もまあ人民公社や公社の問題が出てきてるわけですから、いろいろ農業問題どうするかっていう、ロシア革命と中国革命どうしようとしたかっていう問題と、近代日本が農業問題をどう解決しようとしたかというような問題と、今の農業問題はどういうところへぶつながっているかという問題全部突き当たるわけですが、そういうことを考えたときにですね、この存在共同体的なその編成を要するに次の段階で、結合した形で再編成し生かせることは可能だっていう、まあそういう示唆をザスリチェの手紙の中でマルクスさんが書いてるっていうことがですね、レーニンの農業発展段階のシエマと違うわけですね。レーニンは明らかに農業発展の中で、資本主義的なその農業経営というかね、賃労働と資本家が農業経営で だから代行農業になるわけですが、それ生産様式が農業が広がっていくことを通してですね、農業の変革がある、社会主義のコースがあると、つまり資本主義が発展していくと同じように、同じようなものが農業社会の中にも行われるんだと。だから意識的に見る共同体なんかはやっぱり温存じゃなくて解体しちゃってですね、見る共同体みたいなものを解体して大規模農業へっていうか、そのこれは今の日本のことも考えるといいわけですけども、大規模農業へっていうかね、賃金労働者と資本家と賃金労働者が軸にする農業生産様式というか、農業の土地の支配様式へですね転換していくということがかなり重要な問題だっていうふうに、まあ、レーニンは言ってるわけです。でこれに関して、そうじゃないでっていうような問題が一つあったのと、それからロシアの中でですね、農業のそういう側面と農業のその先生が残していた見る共同体が残していたですね、一方で先制国家というかアジア的先制と言われてるけど、アジア的先制国家のですね形態ツアー、まあツアーの支配ということに関してですね、必ずしも農村共同体はそのマイナスでノーというふうに言わなかったということに関してですね、レーニンは実はそのレーニンのその権力はロシア側の権力はですね、むしろそこではむしろその形態をそのままその使ってですね、これまあロシアのレーニンの国家論や権力論の問題があるんですが、レーニン自体は実はそのツアーのその権力論、先制権力論をですねうまく利用してですね、その上にやっぱりロシアの権力構造をその使ったんじゃないかという意味でですね、まあ、要するにロシア的なその官僚制とロシア的なそのボルシビキがやったロシア官僚制とロシア的な権力形態というのは、実はツアーとそのミールの間で出来上がっていた原則共同体をそのまま解体しないで、逆にそこでは存続しちゃったということの中に、レーニンのですね、実は国家論における問題、権力論における問題ということで、レーニン主義の批判をですね、農業問題と同時にレーニンにおける権力論の批判をですね、アジア的権力論というのは、権力についても、まあ、レーニンはもともと国家と革命の中で国家を開くべきだとか、いろいろその国家の権力のね、民主的なものの必要性とかっていうようなことを言ってるけれども、ほとんどそれに対して手をつけないで、
要するに民主主義革命みたいなもの、権力の民主主義革命、あるいは銃と民主主義による権力の革命というか、民主主義革命をどうするかという問題をほとんど吹き飛ばしてしまったがゆえに、すぐ専制国家に戻ってしまったというか、実際上ロシア官僚を復活させちゃったというか、官僚者ということ の、 秘密をですね、このアジア的ということの中にもかなり書いてるわけですね。でこれはね、今ね、実は僕は中国をどう分析するのか、中国の国権力の分析をどうするのかっていうのを考えてるんですよ。なかなかいい手段が手段がないんだけど、ここの吉本のこのアジア的なものの評価のこのですね、1から5の間は80年書かれてるレーニン批判の、レーニン主義批判のマルシー批判ですけど、そこは今の中国のマルクシーンを評価する中国の権力形態を分析してくれて、ね、非常に重要な示唆をですね、僕らに与えてくれるような、まあ、ところがあるなというふうに読んでて、でこれはそっくりほとんどもう一回使えるなということで、僕はちょうど70年の真ん中あたりにやってた毛沢東の研究をやってた頃の時期と、まあ、吉野さんも80年ぐらいですね、違うところでやってて、で戦争についてもレーニンの戦争論をですね、半分ぐらい要するに革命戦争の肯定、戦争を肯定している議論というのはほとんどやっぱり、まあ吉本は下の上的な視点に立ってないですけど、一応かなり批判的な戦争論批判をしてますね。もうこれは最近の僕の問題意識の目標に重なるわけですが、そういう意味でレーニンはほとんど要するにヨーロッパのフランス革命からその後の民主ね、要するに革命戦争というか民主主義の革命の輸出というね、フランス革命の後の革命戦争論をね、これもそっくり容認しているという、そういう批判もやってる箇所があって、読みながら、ああなるほど、あこの辺こんなこと書いたのかっていう、あのところは一応読んだつもりは、読んだことは読んだんですが、ほとんど読み飛ばしてて深く読まなかった、引っかからなかったけど、今はかなり引っかかったから、ね、読めるなというところは、何か所かありますね。ですから、まあ、そういう点でですね、そこからそういうものの分析の中でもう一回沖縄問題を吉本は問題意識を持ちながらやってるわけですが、これはまあ後のことにしてですね、一応その今アジア的っていうような問題が歴史の発展なんかで なぜ問題になるのかっていうような議論とですね、でアジア的っていうことの基本的な捉え方はどうするかということと、アジア的なものの理解と、その辺をちょっとこう議論して皆さんのイメージと、実は分かりにくいというか、勝手なんかイメージとしてどういうことをイメージしてるのか、どういうことをこのイメージがどうしてるのかようなことをですね、ちょっといろいろ議論してみたいというか、でそうするとちょっと分かりやすいと思うんで、ちょっといいですか、一旦私が引き取って、はい、一応問題をですね出しています、うん、もう一回ですね、ええ、一応あらかじめ引き取りましたから、三上さんが出した問題をですね、うん、もう一回一旦整理しておきます。一応二つですね、うんうん、一つはアジア的というなしはアジア的なものってどういう概念なのか、うん、これ一つですね、うんうん、もう一つはアジア的ということないしアジア的なものがなぜ問題となるのか、うん、これは二つの問題ですよね、うん、この問題を考えようと、うん、ただ直接にはこの吉本忠明の前南東論は今入らなくて、うんうん、まあ、今日はプレということで、うんうん、話をしたと、うん、いうことですよね、うん、そうするとね、一応それ引き取っていくつか私の方から今度その問題に入る前にですね、うん、一つ二つぐらい質問したいと思うんですね、うん、多分重複すると思うんですけど、一応ですね、一旦補助線を引いてみたいと思うんですけど、うん、補助線というのは多数多様体の補助線です。最初だって今思いついたので11ぐらい補助線があるんですね。でこの補助線というのは多数多様体ですので、概念の水準がですね、相違してるんです。概念の水準が相違してどういうことかというと、うん、例えば話ですけどね、犬とか猫とかライオンというね用語に混じって動物というのが出てくる。いいですか、犬とか猫とかライオンという用語に混じって動物という用語が出てくる。これは概念の水準が違うんですね。
したがって同じ概念空間では併存できないんです。まあ、犬という用語の概念と動物という用語の概念はですね、うん、同じ概念空間で併存できないんですよ。これはね、それは明らかなんですね。それはまあ明らかですけど、一応丁寧に言っておくと、犬、猫、ライオンというのは一つ特定の動物の名称ですから。ところが動物という用語は一つの種の概念ですからね、種概念ですから、当然のことながら犬という用語の概念も存在している空間とですね、動物という用語の概念が存在している空間はですね、当然違うんですね。したがって同じ概念空間に置くことができない。でこういう概念は多数多様なんですね、という概念なんです。でそうするとですね、そういったので一応ランダムに見ますね。例えば一番目はですね、マルクス主義の描写的展開、マルクス主義なんですね、描写的展開、ないしは共産主義インターナショナル、コミンテルン型マルクス主義という経路線。経路線というのはカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスが作ったんですね。マルクス主義のいわば共産主義インターナショナル型のマルクス主義の経路線、一つですね。二番目は吉本隆明の位置と意義ですね。もう少し言うと、共産主義インターナショナル型のマルクス主義に対して吉本隆明の思想が持っている、理論が持っている位置と意義ということですね。こういう2番目のいわば経路線。3番目はいわば今度は我々で、我々の位置と意義ですね。我々の思想というのは位置と意義、我々というのは今ので言うとロシアマルクス主義の社会展開、ないしは共産主義インターナショナル型のマルクス主義から吉本隆明の思想と理論に来ですね、ちょっと我々に来る、そういった形成を取った場合に、我々のいわば思想と理論の位置と意義という問題ですね。ここが3番目です。4番目はアジア的なものということですね、まあ、アジア的なものが持っていますかね。で5番目は4との関連で西洋的ということ、西洋的なものですね。6番目は共同幻想論ですね。7番目は国家論ですね。で8番目は社会構成体論。9番目はですね、第一次世界大戦から第二次世界大戦までのですね、歴史の出来事の系列。もうちょっと正確に言うと、第一次世界大戦が開戦してね、そして第二次世界大戦が終結する、終結ってのは1945年9月2日ですね、第日本帝国の敗戦によって第二次世界大戦が終結する、この期間がですね、歴史でいくことによっていわば構図、これが9番目ですね。10番目は資本性的生産論ですね、あるいは資本性的生産様式論といってもいいですし、11番目は統治論ですね。一応まあ本当に乱雑なんですけど、大きな概念で一応出してみました。そうするとね、一応絞り、当然絞り込むんですけど、絞り込むのは今日の議論だと一つだけでいいと思うんですね。それはマルクス主義のロシア的展開、ないしは共産主義インターナショナル型のマルクス主義のロシア的展開に対して吉本の思想と議論がどういう位置をとって、どういう意義を持っているのかということですね。でこの形成を取られることが非常に大事なんだということなんですね。でそうするとですね、一応この問題に差し当てる論点を絞ると、当然のことながら吉本隆明の思想と理論の一応の意義というのは、文字通り今言った点でいけばマルクス主義の社会的展開ないしは共産主義インターナショナル型のマルクス主義に対して距離を取ると、まあ、批判するわけですよね。これがいわば吉本隆明の思想と理論のいわば立ち位置だったわけですね。そういう意味で吉本はいわゆる戦後左翼を批判するわけですね、マルクス主義との関係で。それは当然コミュニティメンバーのマルクス主義に対する批判を徹底的にやろうとしたわけですね。でそれはこれが吉本隆明の思想と理論のいわば位置と意義を持っていると思うんです。だからその時にその吉本はどういうふうにやったかってことなんですね。そのコミンテルン型マークシーンに対して
吉本隆明は一体どういうふうにしてその批判をね遂行処理したのかということですね。でこれよりは多分彼自身の立ち位置っていうのがあって、つまり彼自身の立ち位置っていうのは吉本隆明自身が持っているある制約、うん、限界というと言い過ぎですけど制約があってね、そこに多分ある大きな枠があると思うんですけど、それはどういうことかというと吉本は詩人だったんですね。つまり文芸批評をやったわけです。文芸批評家、うん、吉本は詩人でかつ文芸批評家だった。そして彼の思想と理論の土台というのは、一応彼は東大の科学出身ですので、化学出身ですので、ね、やっぱ自然科学の科学的な基礎、数学も含めて、そういう基礎の上でかつ詩を書いていて文芸批評をやっていた、まあ、詩人から出発して文芸批評になりますからね。そうするとそこの立ち位置から彼はいわゆるコミュニティの中のマルクスに対する批判をね遂行しようとしている。でそうすると一番最初の一番大きなですね柱っていうのは、いわゆる社会主義リアリズム批判ですよね。いわゆるコミュニティの型マルクスに対する批判っていうのを彼は文芸批評という点に依拠して、ないしは芸術論という点に依拠して社会主義リアリズムを批判しようとしたと。これは大きく言うと革命論ですよ。社会主義リアリズム論というのは革命論のうち一つの形態ですからね。文学領域の形態が社会主義リアリズム論ですから。でそれを批判するために吉本は両手の仕事をやってたわけですね。で当然吉本はサンボリズムの影響を受けてますから、サンボリズムという象徴主義の影響を受けてますからね、戦前期も含めて。したがって通俗的な形って言うんですけども、社会主義リアリズムの対する問題点もはっきり分かってたわけですよね。したがって彼はその社会主義リアリズムを批判する、しかも革命論という枠、大きな枠の中の一つの文明批判理論として社会主義リアリズムを批判する。でそれで彼はその理論構築に入るわけですね。でその時に教したのは一応カール・マルクス論というか、それがちょっとあって、カール・マルクスの解読をやってですよ、そしていや非常に初期のマルクス、初期のマルクスといっても1960年代初期においては極めてあまり見られなかった、あまり見られなかったというのは当時の伝統的マルクス主義、つまりコミュニティ型マルクス主義においてはね、ほぼ除外されてたのやつ、学位論文です。デモクリストの自然哲学とエピクトの自然哲学という学位論文に着目してマルクスの思想の核を掴んで取った。でそしてそこから彼は当然その核からですね、マルクスの資本論の価値形態論の中心概念、価値論の中心概念を取り出して、それを言語論に基礎にする、それが自己消失、死消失といういわば考えなわけですよね。だってマルクスの学位論文に基礎において彼が核を取り出して、そこから自己消失、死消失という形で取り出していくというね。でそういうふうに、まあ、彼は批判したわけだけど、そういうようないわば吉本の立ち位置というのがあって、それはいわばある可能性と限界もね両方持つというのは、というのは文明批評から失敗してますから、文明批評論で展開するっていうのを最初やって、そして言語にとって美とは何かを書いてですね、その書いていく展開の中でいわば限界、問題を見つけて、その問題というのはどういうことかというと、身体現象論のいわば序説の序文にも書いてますけど、こうですよね、言語にとって美とは何かでは、言語の表現に関する考察はしたけども、表現する側、こちら側の、まあ、こちら側というのは言うときは心とか精神に関する分析というのはあまりできなかった。したがってそれを行うということで身体現象論に入っていく。でもう一つ同時期に身体現象論という仕事と同時期に共同幻想論を展開していくと。で共同幻想論というのは文字通り共同幻想と対幻想と自己幻想というこの環境論というわけですので、
いわば吉本の言語と旅と何かにおける言語の表現に関する議論と、身体現象におけるいわば言語を表現する概念、要はもう一度身体現象に関する、それを結びつけようと言われました。したがって吉本の仕事というのは、先ほどの社会構成体論からいくと、コミュニティの型のマルクシーの関係からいくと、社会構成体論におけるいわゆる上部構造論なんですね。社会構成体論で言えば上部構造という用語は当然吉本は使わない。なぜならコミュニティの型マルクシーだと。ちょっとさ、うん、吉本がまずね、アジア的なことっていうことをさ、一貫してね、この段階で提起してきたことがあるわけでしょう。72年以降、まあだから今の状況で、それは彼のね、歴史観というか世界史の見方っていうか、歴史の発展の見方に対する意義というか、時代の変化ということに関して彼が要するに直感したことがまたあるわけでしょ。でそこのところをまずさ、理解しないと、アジア的なものが提起された背景っていうか、要するに歴史の発展段階概念で言えばね、アジア的というやつがなぜこう浮上していたかということをまず議論しないと。いや、だからそこはまだそこまで話は言ってないんで、もうちょっと話をしないとですね、今の話にちょっといかない。ちょっと少し時間ください。本当にあの多分同じ問題って同じことを考えてるし、同じ方に行くと思うんですけどね、ちょっと話を。そうするとね、吉本はそういうふうにして、やっぱり上部構造にあったわけですね。伝統的なコミュニティの型のマークシーでいけば上部構造なんだけど、吉本は上部構造ってことは使わなくて、全幻想領域って感じで言った。それがいわば吉本と高木の共同幻想論の意義ですよ。それは社会構造的な、それいいんだけど、ちょっと待って、全然アジア的なものって、ね、持っていきます。そこは、うん、持っていくから、ちょっと待って、もっと早く短期中に。これの問題なんでここで提起されたかっていう、我々の常識から見てさ、ご普通に僕らがこれまでね、それまでは歴史観というとさ、資本主義から社会主義で、あるいはヨーロッパがね、そのままずっとヨーロッパの世界が世界史の王道でね、で要するに資本主義から社会主義行くというか、でまあその他諸々の地域はね、要するにまあ歴史的に発展なんか遅れてきたんだと、国がそれぞれあるんだと、地域があるんだとね、だから要するに見習っていけばいいんだというような考え方がずっとその、まあ、近代史の概念と近代社会はかなり大きなイメージであったわけでしょ。資本主義社会主義という議論の根底にもまあそういうものがあったわけですよ。要するにあの社会が要するに封建主義から近代主義、資本主義へ社会主義に至ると、でそれはヨーロッパ中心でずっと至ってですね、で他の周辺地域は大体そのまあ大体それに見合って遅れた段階対応してモデルで考えていけばいいよってイメージがあったのに対してね、実はそうじゃなくて、ヨーロッパが行き詰まってきてね、ヨーロッパ資本主義とアジア的なものいろんなものがね、要するに共存状態になってきたということの中で、もう一回今、うん、歴史の展開とか歴史の構造を理解しなきゃいけないという、はい、安倍さん、一応話は一応そこで受けた上で、もう少し問題をですね出しますが、まだ問題言ってないんで、ちょっと説明途中だからちょっと待って、じゃあ話しますから、今の話につなげますから、じゃああらかじめ言っておきますね。あらかじめそのどういう問題かというと、結局ね、ロシア革命が、あらかじめ言ってます、先にました、ロシア、レーニン主導のロシア革命が作り出した国家権力の国家統治が、全体主義的な極めてですね強い周囲諸国家を作り出したということです。全体主義国家を作り出した、これがいわば世界史の経験としてあって、それに対して一体いかに距離を取って、それをね、それを証明させるのかっていう問題なんです。それがロシア革命で起こったということなんですよ。でそれをね、吉本は引き受けてるわけで、そこで話持ってきますから、ちょっと待って、今から話す。そうするとね、吉本はそうすると1960年代に共同幻想論および身体幻想論および言語にとった人は何かっていうね、そういう幻想論体系を作った。それは社会構成体論からいけば、いわば幻想、全幻想領域における理論ですよ。コミュニティ型の話からいけば、それは上部構造です。下部構造との関係からいけばね。しかし吉本はそういう上部構造という用語を使わなくて、なしは概念を使わなくて、
吉本はですよ、それを全幻想領域というのを変えて概念をずらした。そのことによって全幻想領域を解明するための新たな3つの概念ということで共同幻想、追幻想、自己幻想を出して、そして共同幻想を展開しようとした。ここは文字通りコミュニティ型の国家論では展開できない領域、つまり解明できない領域があるから、それに吉本は気づいたわけですよ。だから彼は全幻想領域という言葉を使って、それ今のこのテーマはどうなの、そこに今結びつけていくんだから、うん、だからちょっと待って、うんうん、そうするとね、そうやったけども、そうやったわけ、それが60年代の仕事ですよ。で彼は思考市場でアジア的っていうことを1970年代の後ぐらいからちょっと80年かけて、80年代入ってくらいかな、書き出していくんだけど、その時彼がやったことっていうのはどういうことかというと、結局のところですよ、いわゆる全幻想領域の理論の幻想論体系でですよ、体系でコミンテルン型のマルクス主義の国家論が作り出したね。意図したかどうかは別にして、多分意図しなかったでしょう。レーニンにおいては、レーニンの国家革命においては多分意図しなかったけども、しかし現実においてロシア革命が極めて強い形の全体主義国家を作り出した。で、このいわばロシア社会論をめぐって、もうちょっと正確に言うと、ロシア社会論なしはソ連論というよりはもう少し言ってしまうと、専制的な国家を生み出してしまった。これに対して、幻想論体系が完全にですね、展開できない。完全にですよ。それは、あれ基礎は作ったけれども、じゃあそういう全体主義国家に対して離脱するための、ミスリっていうものをもう一回考えなきゃいけない。ということで、吉本アジア的なものっていう問題をもう一回ですね、再度再考する形に入った。で、その時に彼はいくつかの手がかりだったわけね。一つは今話したように、カール・マルクスの後期の作品であるアセッションである。うん、ここが一つですよね。うん、もう一つは、これは例における国家と革命に関わるね、これの流的検討で批判の問題。で、もう一つは、この別の経緯から言うと、イトメールなんか出てくるアイデア的なものなんで、このやば3つの線を重なる形で交差していた。そこに何とも出てくるのは、文字通り、これは2つの経緯線ですよね。一つは、明治新以降の天皇制国家、およびですよ、1945年9月2日以降の大日本帝国憲法を改正した後の日本国憲法における小東天皇制。もう一回言うと、絶対主義的な天皇制と象徴天皇制と2つの国家形態における天皇制を相対化するために、いわば歴史の起源に戻る形で、いわゆる天皇制がですね、成立する起源に戻る形で何とに着目する。そのことによって、いわば共同幻想の様態としての国家は来ようでした。こういうやり方ですよね。で、そういうやり方でした。一応ね、いやちょっとね、じゃあ話はさ、そこからね、そのね、吉本が共同運動を展開してね、日本の天皇制の問題をね、展開してどう超えられるかというモチーフはね、まあ南東論の中にずっとあるわけですよ。というのは、南東っていうのはね、まあせいぜい極端に言うと、その天皇制っていうのは1100年ぐらいじゃないかと、まあ奈良朝時代、唐の時代以降ね、出来上がった。まあ、だから日本という国政が出来上がってるのもそうだし、大体その、まあ、中国の法制を真似て、あれを日本的なものにからアレンジして出来上がって作ったのは、まあ、いわゆる別にして奈良ぐらい、まあ、千数百年だと。で、沖縄のだから文化とか社会っていうのはもっと古い日本の形態があって、だからナショナリズムっていう観点で言えばね、別にその天皇制っていうのは非常に外から来た中間的なもので、で日本的なものを取り込んで土着してきたけれども、別にね、日本的なものじゃない、どっちかといえば中国南部の、ね、政治形態をね、まあ要するに移住したものだと、東京、ね、根源はというようなものがあって、で、ね、南東論でそれの秘密をね、暴くというか、そういう形で、それは折口やその柳田がやってきた仕事があるわけだけども、彼らは
思い切った形での天皇制批判しなかったけど、かなり天皇制に対しては相対的に自由にね、日本の民族学的な世界っていうのはね、天皇制っていうのは上積みだと、上層のある層を占めてるだけで、もっと根底から見ればね、日本列島の文化とか社会とか日本人の価値観っていうのはもっと違うぜというようなものを書いて、そこからもう一回南東論を書こうとしたモチーフがあるわけですよ。 でそこへ、それはそれで後で展開になるわけで、その前にね、まずそういうモチーフはずっと70年あるんだけども、そういうものを促してきた大きな契機はね、世界史の中で我々が現状は現代を、世界を理解する、未来を理解する、過去を理解するしようとした時にね、どういう社会が展開していくのかというふうにイメージしようとした時にね、まあ要するにヨーロッパ中心の史観というのとね、それから出来上がっていた発展段階史観みたいなやつに対して、まあ要するにいくらかの行き詰まりが来ているというか、いうようなものが感じててね、でそれは世界史の中で従来だったら歴史の発展以前の問題と見られて、アジア的なものやアフリカ的なものやっていろんなものがね、共存状態になっちゃって、うん、っていうことに対してね、そこからモチーフがねあってね、もう一回世界を認識し直す、見直すというか、広い意味でね、そういう主観ではなくて、今のそこを理解しないと我々のその現在の時代のね構造を理解する、現代を理解するモチーフが入れないよというところがかなり大きな動機で、そうです、それはその通りでしょ、そうです、それはね、例えばさっきの質問ね、それはその通りなんです。それはさっきの質問で、なぜアジア的なものの概念が問題になるのかっていうことはね、今の点に関連するんですよ。つまりロシア革命が作り出した国家はある概念系列、ある概念系列っていうとあるって言われて、アジア的なものという概念でそうかできるってことなんですよ。ロシア革命が作り出した先制的国家はアジア的なものという概念そこからできるというね、こういう考えなんですよ。であるがゆえにアジア的なものが大事なんですね。大事というのはそれはアジア的なものを超えるためです。いやいや、それは一つのね、まあ、問題の一つだけどさ、ロシア国家が何だったかっていうような問題はね、でそれはむしろもう終わったある面で結論が出ちゃったわけですよ。ロシアって単なる社会資本主義ね、資本主義社会主義っていうか、社会主義にしても国家社会主義だと、国家形態、専制国家形態だとしかならなかったと。でだからそういうことに関して言えば、ロシアの崩壊もあってさ、もうある程度結論ができちゃって、今問題なのはそこで分析するんだったら中国のことやらなきゃいけない、今の中国の現代の国家は何なんだと、生きてまだ今まだ影響力を持って展開してるわけだから、もうロシア革命について起こった中国国家だと、国家の問題だと、このことで言うならまだあるけど、もうロシア国家はもうほとんどいい、まあいいと。ただ以前のね、この問題がね、要するにロシア国名の国家が資本主義を超える社会主義の段階の次の段階の国家を歴史としては初めて歴史段階で生み出したとか、あるいはそういう社会を生み出したという幻想がね一時あってね、でそれが資本主義の社会の次の社会を未来を代表するということと、いうことをイメージがずっとあったのに対して、これはそんなことはもうないと、それはそうではなかったよということに関しては割と結論がはっきりしたということに関してね、いう問題であってね、でロシア革命はむしろね呼び起こした問題って影響ということを言えばさ、資本主義案の同時にね、結果としてね、ロシア革命の影響は日本なんか考えにもそうだけどさ、日本のファシズムもね、ね、みんなあれロシア革命の影響の一つなんですよ。ずっとね、大きな意味で見ればあってね、右翼の運動もそれ、ね、あれはやっぱりロシア革命の影響がなければファシズムもそうだけど日本型ファシズムも生まれてこなかったんだね。でその問題をね、その問題の背後には何があるかって言ったら、やっぱり資本主義の全体というのヨーロッパ中心の世界主義がね中心であって絶対的に発展していくということ自体が行き詰まっているというか、地球規模で見ればアジア的な、むしろいろんなものが並列化していくというその段階にあって、ヨーロッパ中心で考えられてきた歴史の未来をね考えれば済むというさ、イメージや国家イメージや発展イメージの段階の問題がね、やっぱりつかなくなってきて、今アジア的なものをもう一回どう一回位置づけるかとか、あるいは現状どうするのかと
いうようなことが今の社会の中に全体としてあるということなんですよ。文化やその生活、生産様式、生活や国家の形態みんな含めて、でここの問題はね、だから初めてね、マルクスがそのマルクスやレーニンが要するに近代化の過程の中で、近代化の前当たり前の近代化の前提の中でね、じゃあアジア的な共同体みたいなやつがどうなっていくのかと、ね、どうなっていく人が必然的に壊れるもんだというふうな、こうだからもう無慈悲だけど壊してしまってしまうしかねえんだというような側面と、しかしそれにしてはそういうやり方は必ずしもいいようかないよというような問題をね、含めたね、この問題のことをやっぱり問題にしなければいけないわけですよ。これは日本がね、中国、日本がね、戦争するときもね、ちょっとの大きい動機はね、中国にね、ある意味で懲罰するっていうか、徴用するっていうか、中国に罰するっていうか、中国は近代化の原則から中国を罰するというね、いうようなイメージとね、中国に近代化をもたらすということが日本が中国侵略した非常に大きな動機だってあったわけですよ、戦前はね。その革命率をやろう、まあ、ある種の革命率だったわけです。輸出みたいなことを考えたわけですよね。アジアで必ずしも侵略というのは反面で何かかんでもさ全部暴落するんじゃなくてね、アジアですよ、中国人を要するにアジアの解放のというね、そういう意味で中国人自体を日本人が行ってさ戦争をやって啓蒙してね発展させるっていうか、そんな考えだとかなり強力にあったわけですよ、中国通の。でそういうことを含めた、その中にはでも基本的に彼らはね、明治のそういう軍人たちはね、どっかって基本的にヨーロッパ主要主義でさ、中国が遅れてるっていうことも考えてる中にはさ、アジア的でどうにもならんと、自分の経験に即してね、で日本は進んでアジア化して、アジアから出して脱アジアしてね、で近代化したからさ日本社会は良くなったので、中国にこれをねもう一回実現する形を持ってやっぱりやらなきゃいけないっていうんで、中国に許容しようとしたわけでしょ、ある面で戦争とかだとしてね。でこういうことはね、善意とか悪意とかってもんじゃなくて、当時の人間の主観というか歴史観としては当然あったわけですよ。でそういう問題がね、革命問題も全部今見てやっぱり60、70年代以降やっぱり世界が変わってきて、空気が変わってきてね、で80年代だんだんそうなってきて、今も並列状態になって、だからイスラムというイスラムがね、例えば IS がね、いろんな形で批判されるせいもさ、ヨーロッパってあんな形で戦争できる状態があるってこと自体がさ、まあ、考えられなかったことですよ、平行してね。だってあんな一国がね、どこも武器もないのにね、何年も渡ってね、ヨーロッパとね、戦争できるなんてこと自体がね、昔から見ればね、あんなもの3日か、1週間か3日で粉砕されるってイメージだったわけですよ、極端に言えばね。でそういう、そうじゃない問題がやっぱり生じてるってことは、すごく大きな現代の問題性は何なんだということをもう一回捉え直した形で、世界の歴史の発展と歴史の空間的な世界史の関係というかね、世界関係というか、そういうものと歴史の発展の両面からね、そこを捉え直さなきゃいけないということの問題意識が背後にあって、まあ、ある面で、いろんな形でもアジア的なものということをで一つの指標としてね、歴史概念の、まあ、これ一緒もとはアフリカ的なものの段階のもあるわけだけど、歴史概念の拡張というのとイメージというか、もう変えようというような形で捕まえようとしてるわけでしょ。でその意味でロシア革命に対するその幻想をね、影響力をね、きちんともう一回発揮させるということは、その中の一つの重要な作業であってさ、でこの80年代の初めぐらいまでまだ非常に重要な柱だという下本さんは考えてて、それは俺らがね、ある程度中国革命で毛沢東批判みたいなのきちんともう中国の問題やろうとしたところと重なってたわけだけど、もう考えてみたらもうそんなものはあっという間に終わっちゃってっていう側面もあるわけです。もっと違う視点で、今のね、中国のことを分析しなきゃいけない、中国のことをやんなきゃいけないし、で中国と日本の関係、将来アジアの関係どうなるのかね、でどういう形でそのアジア的な環境を描けるのかっていうのはもう目でも含めてできてるわけだってなんかね、とやっぱりここでその意味で僕は吉本がね、今ここでアジア的な注目した政治的な分析で、ロシア革命のレーニンのところを分析してた注目したところはね、むしろ我々にとっては今中国革命の問題に関してやっぱり やればかなり意味があるんじゃないのっていうのが一つ俺の感想だと。これは やりたいとやらなきゃいけないと。つまり中国の中国革命って何だったんだっていうね、でなんで今も含めて
生き延びて、あいつらどこへ行こうとしてんだっていうような、わけのわからんところへこう、とりあえず社会主義なんだけど、ちょっとおかしなところがあるから訂正すりゃいいという問題でも、どうやらなさそうだと。もっとなんか別個の問題で今中国になってるというような問題でね。で、そういうことも含めて、この最初の問題提起がそこにあるということで、今の点でいうとね、うん、まあこういう議論っていうのは請求にですね、結論出す必要は全くないんで、こういう議論はね、丁寧に考えていけばいいと思うんですね、じっくりと。そうするとね、その話に持っていくとね、こうなると思うんですよ。まあ、ロシア革命の問題とね、中国革命の問題と、こういうその系列線は引かなければいけないんですね。ロシア革命の問題と中国革命の問題という系列線を引かなければいけない。で、そうするとですね、現在の中国共産党における一党独裁の問題を考えるときには、2つの線を持ってくる必要があると思うんですね。2つの線。それはどういうことかというと、いわゆる1989年革命を持ってくる必要があると。で、これは1つ。で、1989年革命っていうのは、いわゆるソ連邦共産党の自己解体というね、なぜ解体したのかっていう、そういえば歴史的なですね、勉強との問題が1つ。で、もう1つの補助線っていうのは、先ほど言った専制国家。あ論に関わる問題、まあ、もっと別な用語を使うドラフト国家論ですね。ドラフト国家論というのは吉本自身を展開しているわけじゃなくて、吉本と共同同案した滝村隆一が述べた議論につながっていくと思いますけど、滝村隆一はね、でなんか一応そうなると思うんですけど、中国革命の問題に入るとすると、ね、今言った2つの路線を引くってなるんですね、こうなると思うんですね。一番最初の問題、なぜ1991年かな確かソビエト社会主義共和国連邦が崩壊したのかっていうことで言うとですよ、この時期自体は歴史的な偶然なんですよね。時期自体は1991年のペトリだったかな、崩壊するっていうのは時期自体は偶然なんですよ。それはその前にソ連邦共産党なども中立になって、国家共同体を作ろうっていう、国家連合のですね、調印をやるっていうことをやったんですよ。その調印のですね、前日、8月の中旬ぐらいかな、調印前日にソ連邦共産党のいわば右派が、調印官の右派が放棄するわけですね、クーデターを起こすわけですよ。だから理由ははっきり言ってるんですよ。もし調印すれば、ソ連邦がなくなってしまうと。という、そういえば、ソ連邦の解体の危機感ですよね。それによってソ連邦共産党の保守者はクーデターを起こしてゴリラ書記長をですね、捕らえてクリミア半島に幽閉してですよ。となった。ところがそれに対して戒厳令を引くわけですよね。非常委員会が戒厳令を引いて、それで武装鎮圧しようとするんだけども、結局のところソ連軍自体はほとんどの軍は鎮圧戒厳令出動しなくて、それでエルツェンはその戒厳部隊に対してですよ、象徴的な出来事で言えば、議事堂の前、連邦の議事堂の前で戦車の上に立ってクーデターですね、反対を、ね、演説すると。でそういうことがあって、結局数日間でクーデターは敗北してですよ。で、ゴルバチョフ書記をですね、カウセラ選ぶんだった。これが直接のきっかけで解体するわけですよね。で直接に関ですよ。だからあの時期っていうのは偶然なんだけど、しかし必然だった。どういう必然かというと、理由はですね、はい、それね、歴史的な時期自体は偶然だけども、実は必然で、どうしてかというと、ゴルバチョフ書記長のペストロイカっていうのの路線にかかるんですね。ゴルバチョフの路線っていうのは、いわゆるソ連邦共産党の民主化なんですよ。ということはどういうことかというと、計画経済を残して、いわゆる統治形態で民主化を要求したんですよ。で、ここがですね、圧力を起こして、それ結局ですね、ナチスに崩壊していくっていうね、これなんですよ。ところがですよ。その後に中国共産党、それから学ぶんですね。中国共産党は学んで、どうしたかというと、統治形態に民主化しないで、
しないで、その典型的には天安門事件ですよ、はっきりしてる。当時の天安門事件に対して弾圧するというのは統治形態の短いしない。しかしやるのはいわゆるですよ、市場経済が導入する形を取っていわゆる地方集権的な計画でやめると、そういうわけですね。ということはどういうことかというと、社会構成体系から言うと国家は中央集権的な、ね、専制国家で、中共産一党独裁で、そして経済社会構成はいわゆる市場経済ですよ。でこういうあり方、社会構成体におけるこのあり方はいわゆるドラフト国家、アジア的専制国家なんですよ、これは。で、すごく吉本もおそらく分かってたし、少なくですよ、滝前もちょっと分かってた。すなわち、そういういわば、携帯を取っている専制国家っていう形で、中国共産党は生き延びてるわけ。それはいわば中国共産党の視野のですね、その経済的なっていうか、社会経済的な、政治的なですね、いわば理由ですよ。もう一回整理すると、中共産党はソ連邦の解体に学んだ。したがって、統治形態の民主化はかなり抑えて、徐々にやって、一挙でやらない。それは、そのことをやると、中共産党における、いわゆるコミュニティの型の共産主義者と、いわゆる審査とか分裂を起こしてね、中共産党は解体していく方向になるから、まあ、それやらない。急激な民主化はね、暫時的にやっていく。でかつ社会構成体における経済社会構成に関しては市場経済を導入するにしてはこれですよ。だからうまくいってるわけ。これは無前これはね正しいんです。このやり方は正しいというのは、少なくとも専制国家っていうのはね、アジア的なものって意味での専制国家体制においてはこれはその点は間違いじゃない。間違いじゃないと別に評価してもいいじゃないですよ。そういう統治はありうんですよ。いやだからっていうのはね、もっと単純に言えばね、なぜこういうこと言うかと、アジア的なものということでね、例えば話じゃないけどさ、その近代的個人っていうのはね、一応そのアジア的なものの非常に強烈残ってる社会でさ、どこまで成立可能かと、要するに今で言えば自由とか民主主義の基礎にあるのはさ、やっぱり近代的個人の概念が、個人というようなものがね、ある程度成立 しなければさ、要するに市民意識というか社会意識という根本でね、例えばそういうものが今日本の中でさ、その明治維新以降ね、その日本近代社会、日本社会が近代化する中でさ、ある程度確立できたってみんな思ってるけどさ、本当にそうなのっていうか、でそれは表面上そうかもしれないけど、本当の意味でさ、近代的な個人の概念なんてさ、ほとんど成立してねえんじゃないかっていうか、だからある面でアジア的なものの影響っていうのはね、その経済社会の構成というのと違ってさ、意識の中で非常に精神の領域って、意識の領域では非常にまあある面で文化の領域って面で協力残ってんじゃないかっていうような問題ってあるわけですよ。例えばの話じゃないけど、アジア的なものという時にね、でそういう意味でそのアジア的なものということの問題をね、ロシア革命の問題とかさ、そういうふうに言うのは中国革命って一つの例としてね、今捉えればいい、いろんな相談起こっている問題が、アジア的なもののその残存と近代の矛盾みたいなものを解明していく上で一つの材料になるよねっていうところあるけれどもさ、それはあくまで取材じゃなくて、やっぱあくまで今の段階で社会を認識したり理解する上でさ、その基本的なその概念としてアジア的なものっていうか、アジア的な概念みたいなやつはね、どういう形で登場してさ、今どういう形で我々の中で問題になっててね、どういうふうに議論されてきたかということが問題でさ、である面でさ、今もうアジア的なものっていうのも全部もう過去のものになってしまってるような今の風潮で、もう風潮でね、大体アジア的なものといってもそんなにみんな興味がないのかもしれないけど、実はそうじゃないのかもしれないっていうことがあるわけですよね。でそうするとね、僕はここでだから吉本がその70年代で問題してた時期の問題っていうのは、ザ・スリチェルの神とか、インド問題を最初の導きの人にしてるわけだけど、これは当時の議論、当時のね、マルクスが近代化をどう近代史を考えたかということに対する一つの想定、反省というか、
マルクス的なその単純進歩主観に対する、あるいはヨーロッパ中心主観に対する反省としてね、ね、いわば一定程度そういうものへの批判として出てきてたわけですよ、そういう議論がね。ドイツ、マルクスの、まあ、だから逆にマルクスの、マルクスってのは単なる近代主義者じゃなかったかっていう批判も含めてで、やっぱり割とそれなりにさ、マルクスのインド人問題、インド人、インド問題っていうのに関してはかなり強烈な批判もあったわけでしょう。で、ザスリッチの手紙に関しては割と好意的なわけだけど、でだからまあ、吉本は一応その、ザスリッチの手紙を含めてね、だからアジア的な共同体がね、そのままその、冷酷に近代化の中で解体されるほかないもんだと、不可避なんだという言い方だけをしたんじゃなくて、それを、それが違う形の条件と結合さえあれば、資本主義的なものと資本主義の発展なんか結合してね、脱資本主義とね、結びつく形で生きるということをさ、可能なんだよねということをさ、一つの形で示唆しようとしたところでね、イメージがあってね、で今それは現代あれば資本主義を超えて脱近代化、まあ資本主義の問題の向こうのね、資本主義を超えて社会主義でもいいんだけど、イメージのね、じゃあ逆に古い残ってる残存するアジア的なもの、資本主義前のもの問題はね、どういう形で結びついていくのか、あるいはどういう形での結合形態があり得るのか、どういう関係がそこで結ばれるのかっていうような問題がね、まああって、これ日本の中では二重構造やろうが、いろんなことが議論されていたわけだけどさ、そういう文脈の中でこれはさ、このこと自体は議論がなっててね、でその一つのサンプルとしてレーニンの問題や中央アジア、要するに、レーニンが農業問題や国家問題をどう考えたかっていうところの中におけるアジア的なもののね、マイナス面でのその残存の仕方とプラス面で生かす可能性って両面から吉本は一応さ、アジア的なものの、その可能性とその否定性ということを一応ある面で議論しようとして、こうやってまな板に出してるわけですよね。でこれは日本でさ、やっぱり沖縄問題、この南東論の問題も含めて沖縄問題含めて議論していくときに、一体今それはどういう問題の文脈の中でさ、かなり必要なんだと、今の状況の中に翻訳してかなりさ言わないと非常に難しいというか、今そもそも大体農業問題の一つの愛の段階だったらね、そういう議論があったけどね、農業問題だって今、まあ逆に言えば政府が目指しているものはね、レーニンがあれじゃないけどさ、大規模農業とか農業の資本主義的経営によってね、国際から対応できるっていう、まあだから小規模農業をね、要するに粉砕してね、で要するに昔の小規模農業に対して近代農業へということを、農業政策の急に据えてさ、誰もだけどさ、それに対してね、反論する議論もなかなか起こらないというかね、じゃあ村落共同体の問題はどうなんだ、あるいは村落どうなんだというような問題はね、いやこれ一方では里山資本主義論家でまた違う議論も出てるんだけどね、我々がね、その今の議論をするときに、現在の日本の社会構成体におけるね、統治形態っていうのを考えて、それと中国におけるね、社会構成体における統治形態を考えて比較すれば分かると思うんですね。さっき言った社会構成体っていう概念を作るとするんですよ、そうするといわば経済的社会構成っていうのを、やっぱ資本主義的な市場経済、そして中国共産党一党独裁の専制的国家、これがいわば中国の社会構成体におけるですね、社会構成の構成の仕方ですよね、統治の在り方ですよね。それだし日本の社会構成体はどうなるかというと、経済社会構成は資本主義的な市場経済、そして国家はいわゆる一党独裁じゃなくて議会制民主制の国家となるわけですよね。で2つの社会構成体の在り方は、一方つまり中国の社会構成体はアジア的なものですよ。じゃあ日本はどうなるか、これはアジア的なものじゃないですね、これは西洋的なものですよ。もし西洋的なものという用語を使うとするならばね、アジア的なものと西洋的なものという対比を仮にですよ、前提すれば日本は西洋的なものですよ。そうするとじゃあ諸都天皇制っていうのはじゃあどういう意味なのかなんでしょ、西洋的なものにおいて。これは例えばこれはイギリスを例に出せばいいんですよね。
イギリスの例を。イギリスの例を出せば、一応、ある程度、あのようじゃ効くでしょうね。そう考えます。そうすると問題はどうなるかというと、アジア的なものから離脱した後の問題というのは、結局のところ我々とは日本のね、日本社会構成体の問題で、この社会構成体におけるね、日本の統治形態をどうするのか。問題は2つですよ。社会構成体における、経済構成における資本主義的な市場経済をどうするのかというのが1つ。もう1つは、いわゆる政治的社会構成におけるね、議会制民主制というね、国家形態をどうするのかというね、問題。この二重の問題に対してね、考えなきゃいけない。そういうことになるんでしょうね。それもさ、ね、一般的にねこうちょっと小難しい議論じゃなくてもさ、アジア的ということをねどんなふうにイメージしてるかとかさ、だってそろそろこんな言葉はさそもそもピンとこないということから含めてさ、そういう議論をちょっと しませんか。そうですね、その方が話が入りやすいんじゃないですか。はい、その最初からこう議論するとね、もうなんかマルクス主義がどうでとかマルクがどうでって言い合わせばキリがないんだけど、で今の社会の中で、まあ、一つは我々は、ね、無限点でさ、資本主義とか近代化とか、こんなこと言葉使わなくてもヨーロッパ型社会になっていって、資本主義が発展していってね、で次の社会がそういうもので構成されていくってイメージがあって、今どうもそれ行き詰まっててさ、いろんな多様な社会が浮上してきて、多様な社会がいろんな構成をね、今もう行動で持ち始めてる時代でということでさ、でだからアメリカ社会が次の社会を描けないで、まあ、今のクリントンなる選挙を描いてもね、見てもね、アメリカ社会からさ次の社会が出てくるようなイメージはさ、あの選挙戦の中から全然出てこないでしょ、議論がね、あのアメリカが次ので、そういう意味では非常に象徴してる時代だしさ、ヨーロッパもやっぱりこう持ち直してるけど、 EU がね次の社会の新しい形態ね、ヨーロッパのその歴史の新しいコースなんだっていうこともやっぱりなかなか示しづらくなって、危機の中にあると、ヨーロッパは移民問題でいろいろ揺れてると、IS があるとね、一方で中国がありね、で日本はね、やっぱりさ、まあ、天皇制の問題がどうやらさ全面復活するというような意味でね、戦前型の国家に戻るって、アジア型国家が日本政治領域で優位を占めてくるっていうような時代はね、おそらくは来ないだろうという、おそらくそこまではいかないだろうという読みはあるんだけれどもさ、しかし日本の国家はどういう形で国家で行くのかね、社会も行くのか、特に社会の場合はさ、これは本当に以前のように農村と都市の対立とかさ、農村と都市の問題をどうするかとかさ、アジア的なものが非常に大きな問題だったような、戦前から戦後の農業にかけての問題っていうのは問題はもはやね、なくなってるわけでさ、そうではないところあるでしょ。でそういうやっぱりことを含めた形で、今のそのイメージの中で、といった沖縄問題だって、それの中で得意なのは沖縄だけはね、とりあえずなんでああいう性的な頑張って、なんでああいうようなものが起こってるのかって、あれはやっぱり日本社会の中のさ、どういう問題の、何を象徴してるのかみたいなね、どう理解したらいいのかと、沖縄問題はね。例えばそういうことに関して、まあ一つ南東論っていうのは沖縄問題で一つの解決というか展望の資格を与えて分析をしたことは確かなんだけど、まあでもこれはやっぱりかなり現存沖縄の動きと距離があるなというか、ね、イコールその沖縄の未来のユートピアを描いたっていうようなものであればね、逆の意味でそれユートピアだということでね、いいわけだけど、そうでもなそうなわけで、ちょっともうちょっと。これそういうのがこの早めにあるわけですよ。でこれはまあいずれなんとももうちょっと先にちょっと日本文化論の日本列島文化論のね、文化や日本の社会の歴史論になるわけですから、その特別でやれると思うんですが、まあその前にその今一つ確実なことは、ヨーロッパ型社会が資本主義の発展の形のその向こうに社会主義があろうというようなイメージだろうとね、資本主義がよりね高度に展開していくという形であろうとさ、
ね、であまりイメージできないと、かろうじてイメージできるとすればヨーロッパが EU を作ってさ、国家の障壁をね、国家領域で超えていくというのが一つの幻想領域としてさ、国家の時代を終焉していくというね、ある意味で民族国家の時代を超えていく一つのサンプルの経験として一つ示してるかもしれないというような形ではあったことがあったわけでね、これもでもなかなかいろいろ苦しい問題に生じてるわけ。でもまあそういう可能性はあると。でアメリカはないと、でロシアはもうないと、いや、ね、で一体中国はどうなんだって、日本はどうなんだっていうようなことを含めて、本当にね、議論をね先回りしていくのは良くないんだけど、課題をね先回りしていくのは良くないんだけど、言っとくと、社会構成体に向けるね、経済社会構成において資本主義的生産と生産様式を超えるというね、その理論がないんですよ、事実上。もうここでいわば限界に達していて、私は見ています。で、もちろん新古典派とね、マルクス経済学があるけど、結局のところ、マルクス経済学の中でですね、資本主義的生産と生産様式を超えるっていうことが一体どういうことなのかっていうことをね、具体的な経験的な形で生産論に展開できないっていうのが一つね。でもう一つは社会構成体における国家形態としてのね、統治形態で議会制民主制を超えていくって時にね、その問題が何であってどう超えていくのかっていうところがね、これも具体的な政策論に出されていない。これはもう二重の問題で、これはきちっとね、我々は全力でやらないんだなって気がしますよ。そういう問題だと思うね。これはものすごく難しいと、こんなことは。その場合資本論はやはりベースにした上で乗り越えるってことは何になるんですか、ね、いやそこはもう話は先回りすぎてあれなんだけど、私はそれ自体もカッパにいなきゃいけないと思うな。それ自体もいなきゃ、そういう問題じゃないでしょうか。つまり古典派マルクス経済全体を射程に収めた形で展開しないといけないんじゃないかな。どっちかという問題になると思う。さっきのアジア的というと、ヘーゲルの位置づけだとイスラムはどうなんですかね、うん、イスラムの位置づけがヘーゲルがどうだったかなと思って、うん、あんまり考え、いや、ヘーゲルのね、歴史観というのをさ、一応前提になってるわけですよ。これはね、発展段階論のイメージとしてはね、ヨーロッパ的なゲルマン共同体、原始共同体からさ、ジャーデル段階を経てね。で、まあ、それをマルクスは所有様式に形を変えてね、所有形態の問題、要するに軸にして、生産様式の問題に軸にしようで、アジア的生産様式のも含めたけどさ、資本主義に先行する諸形態っていうのは、まあ、そういうものになぞらえて書いたわけでしょ。でその中で、まあ、提起されてきたのはアジア的な生産様、アジア的な生産様式というような概念がね、アジア的なものを巡ってあって、でそこから、まあ、アジア的な生産様式を巡る議論からアジア的なものは何かということを議論になって、日本なんかではそのアジア的なものというのはアジア的生産様式論争の特質っていうのは非常に効能性なんだと、だから国家の在り方や社会の在り方に関してね、効能形態なんだっていう、だからヨーロッパのようにその社会を奴隷制とね、階級的分解を促すというよりは、生産様式をこのだから変えね、所有形態を変えね、人々のその奴隷と市民、奴隷とその階級的な編成をやっぱり強引にやっちゃうというか、そういうものとしてのヨーロッパのその いわばその共同体の解体と再編成の歴史ということにくれば、アジア的な、アジアではアジア的な段階がとどまった大きな要因はね、やっぱり功能性だから、みんな社会のその生産様式は出て突っ込めなかったわけですよ。だからそれぞれの地域のいろんな社会はね、ですからまあ言ってみれば農業や古い形の生産形態が延々と残ってきてね、でその上で貢ぎ物だけ出してればさ、私の国家の役割はね、すると、だから、国家防衛のためにね、どれに分ければ奴隷にされるから、共生全体が防衛国家防衛のためにやるというような戦争形態に入るとかっていうようなことはないわけです、なかったわけですよね。で一部だけのもので、だからアジア的産業式がその意味で残ってね、インドでマルクスが書いてるように何千何百年も何千年も歴史を残してきたと。で村落共同体の基礎は要するに農業生産と
機織工業ですよね、金井工業ですよ。これが結合基礎にあって、この上に仮想制度とか古代文化が、の文明が全部乗っかっていると。で、国家形態は皇の制だというこのね、様式をね、容赦なく破壊したのはイギリスの植民地政策であってっていう、イギリスがね、その植民地で上の国家形態のさまざまなやつを利用しながら、下のその生産様式が金井工業とそこへね、麺輸出をしてきてさ、安い麺をばたたこんでね、で、麺、言ってみれば金井工業を壊滅して、要するにルール至るその屍が なるように、ね、堀共同全部解体しちゃったと、夢をね。だから共同体が持ってた文化も核行動みたいなところで解体しちゃったと。だけどジョブ行動としては古い文化を、イギリスはうまく利用して植民地主義をやってきたという歴史があって、あってというような形をが現実進行したわけでしょ。でそれに対してさ、アジア的なものの中国のが植民地にする対応は違うし、日本はちょっと違うしさ、日本は国家的なものがやっぱりある程度粘って、国家日本も下手すれば明治維新でね、分裂すれば徳川フランスで、イギリスとフランスでね、今そ結局イギリスに操られたんだっていう説も最近出てきてるけどね、最近ね。でもいずれにしてもまだあれだから、イギリス その植民地の改革、植民の巧妙なやり方にやられたんだというね、薩長はイギリスに買収されたんだという、そういう説も最近明治維新の分析なんか出てきてるよね。何が明治なのあるけどさ、でも基本的に一応薩長が頑張って、まあ薩長とそのあれが統一してね、要するに植民支配にならなかったと。で一つの大きな例はやっぱりアメリカの独立戦争があってさ、フランスがイギリスのそれの支援に行ったりして日本に手が回らなかったという、イギリスも要するにフランスもね、日本の その徳川の その民主の革命に手を出すだけの余力がねなかったということが非常に幸いしたということも言えますけど、下手すれば日本もね、要するにイギリスとそのフランスのね勢力で徳川家支持と徳川体制とそうでない部分とか、それこそ一緒東に日本国家が二重国家が分裂する可能性ってあったわけですよ、ね、両面支配でね。でそこへイギリスやフランスの資本主義支配がね入ってくるっていう形態も十分考えられたわけですよね。でそういうことはイギリスの場合は日本ブレッドの場合はそういう可能性があったりした。でもう一つはやっぱり中国はちょっと違った構想をたどるわけでしょ。ですから要するにその過程でさ、じゃあ嫌おなしに近代化を迫られて、近代的な過程をね歩むことによってね、要するに日本はとりあえず中国もそうだけど、近代化のまあ要するに近代化の過程が違うんだ、竹内義美に言えば中国の近代化と日本の近代化がまあ違った過程を歩んだんだっていうのは、まあ一つの説もねあって展開してるけどさ、今度やっぱり近代的なものが重要で、中国は革命まで行って日本は行かなかったっていうのも、ね、あるんだけど、じゃあ一体そのアジア的なものの処理をね、中国はどうしてきたか、日本はどうしたか、あるいはどう残してきたかということは、逆の意味で言えばやっぱり政治形態、文化、社会生産形態全部含めて検討しなきゃいけない中に来てるということで、あるいはそういう形で検討しないうちにもうことがどんどん進んじゃってるって、アジア的な要素って言われてるものはね、どんどんその縮小しちゃってるっていうのが今現状だろうと。だからもう一回その日本の社会分析や政治や経済分析をする上でね、アジア的なものを分析する上でするっていうのは、その非常に必要がないと。で日本ではやっぱ戦前は農業問題がある限りはかなりアジア的なものが多かったんだけど、戦後の近い方向を巡ってね、アジア的なものはかなり解放された、解消したと。で天皇制も残ったんだけど、天皇朝朝天皇へ移行することでアジア的なもののね政治経済の支配というのはね日本の中で残ったと、かなり軽くなったと。だけども一体それはまだ完璧に解放されたわけじゃないし、それを日本国民自体が使用してそういうものを全部追っ払ったわけじゃないと。だから文化とかいろんなところではそういう精神の世界がずっと残ってるしね、一体そういったら何なんだっていうような問題はやっぱりそれはあるわけじゃないですか。その問題を考える場合に、我々がその思考実験するときの、ね、一つの手がかりっていうのはあるんですよね、うん、一つの手がかりですよ、それはね、うん、明治維新、1868年明治維新から
1889年の大日本帝国の成文憲法の成功までね、憲法はないんですよ。いわゆる憲法は、成文憲法は。しかしですね、憲法はなくても実質的に統治なされており、国家が存在してるわけですよね、うん、ここですよ。いわゆる、まあ、これを通俗的用語を使えば実効支配ですよ、うん、1868年から1889年の実効支配。問題はそうすると憲法を支えている力があるということですよ。憲法ない時期が約20年ぐらいあるわけですから、そうするとじゃあこの時期の日本国家のね、まあ大日本帝国、憲法がないわけだから大日本帝国ではないんですよ、この時期というのは、うん、一応名称だけ言うとね。したがって1868年から1889年までのね、この時期におけるやば統治のね、権力の実質支えてるのは何かという問題ですよ。これを考えることは僕は非常に大事だと思う。でこのことは実用我々のね、その社会を作り出す力の分析になると思いますよ、ここは。でもう一つ、補助線に行くと、1858年にいわゆる独裁政権を作ったね、まあ、近代政治学の用語を使えば薩長の下部の武士が独裁政権を作って、それで社会構成体における経済社会構成を資本性的生産性の質に変えていったわけですよね。ここですよ。しかも憲法もなかった。この問題ね、独裁政権が、薩長の独裁政権が社会構成体における経済構成、経済社会構成を封建性的な生産性の式から資本的生産式に変えていったところですよ。でこの構造で考えるとね、そうすると、この構図ってのはそのことを2つ考えると問題の所在がかなり分かってくるんだと思いますけどね。でもさ、そもそもさ、明治維新時代はね、その、まあ、橋川文蔵流のネーションのというか国民国家をね、民族国家を創設するね、まあ、明治維新全体が運動だったのかっていう評価をしてさ、まあ、もう一つ疑問があると。で結局あれは武士階級のね、階級的再編成というか編成過程でね、要するに従来の、徳川封建時代の武士団のさ、武士という官僚階級がね、もう一回再編成をして、でその再編成する過程で、拡張過程でね、過程でさ、確立する過程が明治維新からやっぱり大正期までの明治期の問題でね。で問題はそこからさ、だから明治維新以降は一つのイデオロギーとして日本主義というか、もう戻りの流れの国学主義がね、明治維新を主導したんじゃないかっていうような理念が入ってるから複雑になるけど、基本的にはやっぱり儒教を主体にする、やっぱり下層階級のっていうかね、下層武士団のやっぱり革命ですよ、そういう意味では、はい、でも封建的な意味での官僚のね、再編成です。だから律令官僚、封建官僚から近代官僚への移行のね、連続してやっぱり国家革命、政治革命があってね。そうです。で、だから実質上その時に憲法を利用するわけだね、近代革命の外体を取るわけだけどね、近代革命のような憲法制定権力が日本のその戦前のその憲法の制定過程には登場してないわけですから、あれは官僚のためにね、国家が作った憲法ですから、大日本帝国憲法はね、立憲といってもそういう意味では立憲の基礎を持たないやつ、憲法なわけですから、だから本来その憲法を作ったね、主体であるね、その市民というかね、そういう意味でネーションというのは整理してないところで出来上がった憲法なんですよね。でそういう意味で非常に おかしなとか中途半端な憲法だって、形の形態 でだから外面はその形式はその近代憲法だけど、内面はむしろ封建武士団が貫いてきた思想 でだからそれを貫いてる思想っていうのは封建の思想だっていうふうに思うけれども、中国近代思想のね、封建思想というよりは封家の思想でね、儒教思想ではなくて
まあ、一中君愛国みたいな形での儒教を持ち込まれているわけですけど、そういう意味では、儒教的な宗教国家プラス法権国家思想という、そういう概念はその近代法制的な形態を取るで、非常に複雑な国家を日本はね、取ったわけだけど、でそれはその通りだね。それはその通りで、近代政治学用語を使えば、明治維新は政治革命なんですよ。文字通り、その政治革命の担い手は薩長の下級武士団ですよ、これはっきりしてるわけね、その薩長の下級武士団が政治革命をやって、いわゆる江戸幕府をね、政権打倒して政治革命をやって、かつ独裁政権を作って、そしてその独裁政権が封建制的な生産様式を解体して資本主義生産様式を導入したってことなんですよ、これがいわゆるね、明治維新ですよ。明治維新って用語を使わなければ明確になるんですけど、で、ね、かつ憲法自体も20年間なくて、いわば独裁政権が憲法を作ったわけですよ。したがって20年ですね、憲法を作った20年かけてでね、政治家薩長の下級武士団が政治革命やって20年かけて大日本帝国憲法というね、成文憲法を作りですよ。同時に経済社会構成においては資本主義的生産様式を解体して、ごめんなさい、封建的生産様式を解体して資本主義的生産様式を作っていったというね、この過程ですよ。だからただ問題はね、そのいわば権力の実質はねって何だったかということなんですよ。そうでしょ。だからね、その時にね、要はね、あのアジア的な問題がずっと問題になってきたのはね、封建制そのものがね、国家もそうだったんだけどさ、資本主義は一方でね、明治維新以降はね、上部構造の中ではね、文化としてね、大正期からね、本当の意味で国家の近代化を目指す革命みたいなのが始まったし、解放運動がいろいろ、文化運動がいろいろ始まってくる。で、農業問題、農業どうするかということの中でもう一回起こってたわけですよね。で、それは一方で工業過程が進行していく過程で、工業との農業との対立が本格化するというような問題がずっとあってね。で、農業問題を軸にしてアジア的な村落共体の問題はどこへ行くのかというような問題を巡ってさ、で、一つの決着はやっぱり、ね、あれですよ、敗戦革命によってね、アメリカのやっぱり農業のね、農地解放なんですよ。あれがやっぱり農業問題を解決したわけですよ。で、中国はまあ中国革命をやって自主性をね、解体したわけですけど、アジアにおけるアジア的なもののね、支配という形はね、で、アジア的な農業のさ、それをもう一回中国はやっぱり一遍ね、その人民公社みたいな公的な所有を経てさ、もう一回今度はそれを個人所有に転換させているっていうのは現代ですよね。その最近のように、人民公社も解体した後はさ、全部個人で農業もね、個人所有にしてる。で、そのことによって農業危機をまあ一つ転換してるっていう意味で資本主義化の過程を経てるわけだけど、だけどこういうレベルの話で言えばね、アジア的なものはね、日本でもそういう形で解消したわけだけど、実際その生産過程や工業過程の中で解体してるわけですよね。だけど精神の側ではね、どうなんだっていうの問題は一方では残ってるわけだけどね、文化とかね、そのことが結局ね残ってるのは、結局吉本の共同幻想論はそういった層ね、そういった領域を取り扱うための概念なんですよ、吉本の共同幻想論はね。それで、どういうことだから、さっきウィットホエルの話が出て、日本はインドとか中国とかと違って、そのアジア的先生というものが該当しないというふうに、アジア生産様式、アジア的な先生っていうかな、はい、アジア的な支配形態みたいなものは日本は例外で該当しないっていうふうに、ウィットホエルが来てるとおっしゃいましたよね、で、それに対して私は吉本さん の共同幻想論の、はい、前作集版の前書きかなんかにの面白いのが書いてあったんですね、で、それはどういうことかというと、日本は確かにアジア的生産様式というか、そこからアジア的先生が出てくるというのは大規模な灌漑、それをなんていうのかな、行うような権力が大規模ね、大規模な権力者が必要だったから、そういうものができたんだと。で、日本はその大規模な考えというのはあんまり必要な なんていうの、国土じゃなかったから、そういうアジア的先生っていうようなものは
あの生じてないっていうふうに言ったんだけど、吉本はそれに対して確かに大規模なあの考えとかをするようなことは必要なかったかもしれないけど、思えたらしてないよね。だからその代わりに日本の権力っていうのは観念の推論を引いたんだと、うんうんうん、そういう言い方したんですよね。そうそうそう、でこれだから非常に私はね、うまい言い方だと思って、うん、そうそうそう、でそこはだから日本におけるアジア的ものっていうのはあの共同幻想だけど、そう共同幻想だけど、いやそれでね、これと同じようにね、この中でもね書いてることはね、土地のね、あの形態は確かにね、保険、日本の保険士がね、あの中国なんかでさ、そのアジア的社会様式っていうのはね、部族共同体とか、まあ中国でもね、全部じゃなくて南の方なんですよね。南の方はね、あのもう家族伝とか氏族伝とかっていうのが残っててね、氏族が共有してる土地がずっとあるわけですよ。で氏族の中でちょっと優秀な子供ができるとね、その学伝とか言ってね、まあ、先祖を祀るため の, その費用を出すためのね、まあ祭祀を祀るための祭殿もあるわけだけど、祭殿とか学殿と家学のための殿があってね、これは優秀な息子が来るとそこから出来上がった金でその息子をね勉強させるという、そういう意味で個々の生産者ではなくて貴族なり村落教会全体でなんかね、その生産性っていうようなものがその中国の中で特に南の方、あの南省とかね、南の方の地方にずっと残ってたわけですよ。でこれはだからアジア的生産様式論争の30年代の日本中国のアジア的生産様式論争の中でね、こういうものがあったから、こういう中国の革命の性格は何だってことをめぐってね、その影響でね、それに対して封建社会では地主がいい、土地所有は地主がいるわけだ、地主を担当すればいいわけ、地主の関係でね支配してるわけですから、で地主だと封建主義と反封建、中国革命っていうのは反封建革命だという形をその地主だと思う、革命戦略だと。だからアジア的生産様式論争をどうするかっていうのは問題にならないというふうに処理したんだけど、そういう形の議論があったわけですよ。でそれに対してね、吉本はあの吉本はその一方あって日本はあのアジア的なものは該当しないんで、封建制になったから日本は近代化すると言ったんだっていう議論で、例外だって言ったのに対して違うんだって、やっぱり日本も土地所有に関してはね、個々人持ってたけどね、一方でああいう運河みたいなことで、やっぱり個々人の土地の所有観念はね、個人所有っていうのがないのはなかったんだっていう、親の代ぐらいまで見ればね、要するに土地は借り物なんだと、要するに自分が持っててもね、あの借りてるんだと、要するにね、国家が所有者なり部族なりがね全部所有してね、で要するに所有はね天皇が持ってるか国家が持ってるか別にしても、そういうのが持っててさ、でそこからお借りして耕してるだけなんだというような観念が、まあ、日本人の中にはあの親の代まで結構強かった。だからそれがそのアジア的なその共同体意識のね、あの土地上に関する共同的な意識の一つの大きなその基礎なんだと。で関連形態としてはそのなんていうの、水陸官僚のような天使や皇帝というのはちょっと違ってね、あのそういうものを基礎づけている中国の巨大な官僚、まあ、実は中国巨大官僚の水陸官僚というのは水の力のね官僚なんですけど、その官僚のような要素がねあの なくてもやっぱり日本は関連的な意味での支配力って、でおそらく中国と日本の関連の違いは天皇制がね、宗教的権威と政治権威が日本は二重化してたっていうところが、あのちょっと中国と日本は違うわけで一体化してないよね。でも中国も歴史よく見るとね、皇帝がその両面一体化して持ってた時代っていうのもあったしね、皇帝がその官僚に結構使われて、結局はなんかどうも中国ってのはそういうふうに使ってたけどね、官僚支配をやってたんじゃないの、衛星革命はいろいろあるけどね、で日本と中国も言うけども、基本的には官僚が支配力をさ存在持ってるって意味ではあんまり変わんねえというふうに俺なんかは思ってるけどね。だから中国、今の日本の政治支配の根本でもなんだかんだ言うけれども、根本はやっぱり官僚が実権を握ってて、その形から言うと全然変わってねえじゃないかっていうのは、むしろね、あのだから政府がなんだ力があるように見えてもね、なんかほとんど官僚が力を持てない限りは政府は力を持てないというようなものがはっきりしててさ、だから日本がこれ戦争するにしてもね、やっぱり日本の防衛庁がね、防衛省がね、本当の意味でね、近代陸軍官僚の軍事官僚になれるかどうかって、官僚のね、対してくれるかどうかって
まあ作れない限り本格的な戦争はできないだけど、戦争ができるためには、戦争始まったら軍事官僚を本格的にね、官僚にしたたき上げられるというのが、まあそういうふうなもので官僚制ができない、成立しない限りは日本の国家主権というのは回復しないんだっていうか、いうのがアメランカの考えだから、まあ戦争をやってなんとかっていうけど、やっぱ一番問題はやっぱり国家官僚が、簡単には軍事官僚がね作れていけないというのが戦後の一番問題なん で、今やっぱり警察官僚から軍事官僚の再編成を本格でやろうとしてるわけでしょ。で共謀罪なんかは、まあ、あれは警察の官僚の編成のための大きな秘密かも材料だしさ。で軍、やっぱり軍の軍官僚をやっぱり形成、再編成するには、やっぱり戦争をやるしかないんじゃないかということで、一番問題はやっぱりその戦争のために官僚を作るんだけれどもね、戦争によって官僚を作ろうというふうになることが一番問題で、これはだから自衛隊の海岸派兵が一番怖いんで、ここから始まる戦争っていうのが、一番気をつけなきゃいけないので、ね、そのふうに進行しちゃうという可能性が非常に強いんじゃないかと思ってますけど、でその意味ではね、あの官僚制の問題というような問題でさ、これはね、ヨーロッパはね、ドイツはやっぱりそうなんじゃ、そうだったんだと思うんですよね、遅れた。ドイツはヨーロッパの中で、イギリスとフランスとさ、ずっとやっぱり力が違って、ずっと近代巡って、イギリスとフランスとさ、ドイツがさ、あんなに戦争やってきたってね、やっぱ官僚制の問題ですよね。ドイツの場合は、ドイツの場合だけ行くと、だけに言うとね、日本の敗戦と全く違っていて、比喩的に言うと、本土決戦やったんですよ。比喩で言いますよ、日本は本土決戦やらなかったけど、ドイツは本土決戦やったんです。あくまで比喩です。したがってベルリンの相当近くまで行くわけですよね。したがって全土は焦土ですよ。でも完全に解体したわけね、ドイツの場合は。そこから立ち上がってるわけね、これは決定的に大きいんじゃないでしょうか、ドイツの戦後というのは。日本は違うからね、その差が現れてるんじゃないでしょうかね、そう思います。ただドイツの場合はそういう形で完全に解体したがゆえにね、文字通り、いわゆるナチス体制を完全に解体した形で投与できたわけですよね。その点は日本との大きな違いじゃないかね。もちろんね、まあ中国はね、いろいろあったけど、要するに敗戦局として革命でもう一回権力を作り直したわけだから、いわゆる別にちょっとかなり違うわけですけど、まあそういう意味でね、アジア的なものって日本で言えば、まあロシアのミール共同体の、ね、農民とツアーの関係と、日本の農民とね、天皇制の関係とはね、ある意味では類似しているところがあって、でアジアと戦争の基礎になってたわけだけど、それをね、日本はまあ革命でとりあえずその形を変えることはできなかったわけだけど、まあ、逆に農地解放みたいな形と、現在未来で、それ以降の農地の展開のね、基礎の中で、農業自体が減少化して解体していく形で、まあ、ある面で天皇制の基盤を失ってくるという形で、幻想としての天皇制はね、別の領域で残るけれどもね、それ自体がね、それほどもう一回復活するね、やっぱりそれは何だかんだ言うと社会基盤がないところでは、それ自体はね、対応できないから、独自性もっとしてもね、そういう意味での力は持てないだろうと思いますよね。今、あれでしょ、そういう意味で日本海が躍起になってさ、天皇の権威も守りたいから、生前退位とか女系天皇とかっていうのはさ、嫌だ嫌だっていうのは抵抗してるけどさ、やっぱり我々誰も普通の庶民で大体ほぼ8、9割ぐらいはさ、天皇退位賛成だし、なんかその女系天皇だって賛成も圧倒的に多いんじゃないですかね。えなんでおかしいんだ、なんでいいじゃないこんなものってね、な別に天皇にさ特別な神聖な権威みたいなものを求めてないしさ、で、ね、なんかそういうふうにしないと、男性万世系の天皇じゃないと天皇の権威が崩れるとかさ、男でないと天皇の何かっていうか、ああいうあいつら複雑なことなんかこう血がこうでこうなると女性だと変わるとかっていろいろ言うけどさ、なんかバカみたいな話でさ、なことはどうでもいいよってね、でもなんか馬の骨でも牛の骨でもわからないのが皇族なんだってやらそのものだやないかっていうふうな議論になっちゃうわけでさ、でああいう議論が起こるのは不思議だけど、やっぱり一方そういう部分はいるけれどさ、あれやっぱりもう
社会的な目標は力にならないでしょう。さあ熱烈なそのそんな天皇信奉者っていうのは、ね、なんだかんだ言って、日本会議とかの安倍とかもそうだけど、今の伝統とかだと全然もうこうですよね。安倍はね、天皇主義者じゃないですよ。主義者じゃないですね。この問題の先回りするんですけどね、天皇専門で言ったから、あくまで先回りの話なんですけどね、今言った方がいいのに言いますとね、国民国家という形態を取った場合に、国民統合の象徴が必要かどうかっていう問題があるんですよ。で、結論を先に言いますとね、私の結論によると、国民国家という形態を取った場合は、国民統合の象徴がやっぱり必要だと思いますよ。いいですか、国民国家という形態を取った場合ですから、その時に国民統合の象徴が、実質の政治権力を持っている大統領であるかね、あるいは王室であるかね、これはどちらでも形態の差異としてはね、微細な差異で、問題は国民国家という形態を取った場合に国民統合の象徴は必要かどうかっていう問題があるんですよ。したがってね、これはものすごく難しい問題で、難しい問題っていうのは根本問題で、少なくとも国民国家という形態を取ってる以上ですよ、以上どんなことやってもね、どんなことやっても解体できません。象徴天皇制はもちろん 大統領制に解体することができるかもしれないけど、同じ問題ですよ。本質にさ、象徴がいらないんじゃないの、国民統合の。俺なんか思うよ、制度から国家制度排除してね、その場合はね、制度してね、天皇残したいんだったらね、古くと古書と水戸神宮の官主でもしないよ。その場合はね、結局ね、その場合はこうなんですよ。今言った国民国家の統合のね、象徴は2つあるんですよ。今言った形で言えば、象徴天皇でもいいしね、大統領あるいは首相でもいいんですよ。つまりこの形態の差なんですよ。したがって問題は大きく言うと2段階あって、国民国家という国家形態を取った場合に国民統合の象徴が必要。その場合にどういう形態を取るかというと、今言ったように王室という形態を取るかね、あるいは首相とかいう統治権力の代表が取るかね、どっちかということですよ。それはどっちだって取り得るんです。それはバリアントで言うと、例えば英国の場合は王室がやってるわけね。例えばアメリカの場合は大統領ですよ。大統領はシンボルであり、同時に政権力実質のね、担い手だから、大統領。そういう意味でこの問題はね、この問題ってのは国民国家っていう形態を取るっていうことは、そういった制約を持つから、結局のところ国民国家はどう超えていくのかっていう問題に一着するんですよ。で、極めてこれは難しい問題、これは本当に難しいですよ。で、しかも日本の場合は当然千数百年の歴史の厚みがあって、それを踏まえた上で国民国家を超えていかないんじゃないかな。これは並たらしいです。まあ天皇制の問題に関しては割と議論は単純で明瞭になってきたからね、要するに政治権限を持たせないことを最低限考慮にしてさ、 その次の段階としてね、天皇はもう法制から排除しちゃってさ、でじゃあどうするんだと、だからみたいに議長首切ってどうだっていうのはことは言わなくていいと、まあどっかね、金を上げてさ、伊勢神宮かどっかの官主でもなってくれと、で宗教の象徴、宗教的象徴として日本の持っているんだったらね、その進歩するやつは勝手に進歩してくれよと。ね、それはだから国家がね、国家という強敵、法的な強敵なものでね、しなければいいんだというね、私的にまあそういうものが伝統であってどうだこうだっていうので、それでそういう人が多いんでしょうったら、それはそれで尊重してもいいよと、ね、いうぐらいの程度で扱えばいい、処理すればいいというぐらいのことで、処理の仕方もね、解決の仕方もさ、その天皇制の将来からのあり方もね、非常に明瞭なイメージになっちゃってて、そこで一番すっきりしますね、そういうのだと一番発揮するんですよ、国民国家の形態としてね、それは自由に発揮する。ただ問題はそうした場合、首相内閣大統領が担うわけだから、結局のところ問題はやっぱり戻って、国民国家はどう超えているのかっていう問題になる。まあ国家のね、そういう権威や象徴みたいなものがね、政治の中でさ、まあ、昔からそうだけど、争い方があれば、ね、争い事を調停するね、そういう象徴的なものは、ね、まあ、ある面で、司法が機能を果たすっていうようなことになるかもしれないけどさ、そういう意味で司法にそんな権威がないわけだしさ、
だからまあある面でそれはどうするかっていうのは国家の問題としてあるんでしょうね。だけどさ、一番問題はやっぱり天皇制みたいなやつはアジアではさ、そういう政治権威っていうのはやっぱりむしろ官僚が支配して、官僚のためにね、官僚の権付けのためにどうしても必要だったっていうか、そういう歴史形態を取ってきたからね。だから官僚自体をどうするのかと、本当の意味で防げるのかというか、官僚がね、実体的な意味で先生にならないでさ、開いていける、あるいは民主的で自由な制度にさ、官僚制自体をその編成できるかっていうような問題が、まあ要するに代理制含めてね、問題になるわけでしょうね。まあそこはその国会議員さえ、立法の議会さえ、代表さえ送れば解決するというふうに最初考えたけどさ、そうじゃない。やっぱり行政の一番大きな問題は行政府の問題でさ、でだから例にもロシア含めて公務員の給料をそれしないとかっていろいろね、その行政官僚の力をどういうふうに損かということをね、革命の非常に大きなポイントを考えたけどさ、例えばちょっとね、今の例で言うとね、例えばですよ、議員の年俸の例を出しますね。一応単なる例です。朝霞市の場合なんですけどね、あくま朝霞市ですよ、10万ぐらいの地方の議会ですよね。いわゆる平議員ね、平議員の年俸はね、大体600万ぐらいなんですよ、大体。じゃあ一般の、じゃあその朝霞市の職員の年俸のね、平均いくらか、600万円だ。同じ、ちょっと高いかな、あの議員の方が。今大体勤続年数25、6年ぐらいで600万なんですよ、確か。だからね、それ違う。やっぱりね、そういうあれじゃなくてね、一番問題はね、やっぱりさ、俺は原発問題で分かるけどさ、やっぱり誰がどこでものを決定するかっていう時に、官僚がやっぱり決定するときに全然見えないわけでしょ、やっぱね、分からなくてね、誰がどこでどういう決定するか分かんないと、表向きいろいろあるけどね、本当に一番、だからさ、それはさ、国民の側から全然見えないわけだしさ、それから官僚内部でも多分見えないわけですよ、一部の上級官僚が一部こう、ことをやってね、まあ、裏とね、でその下に、官僚の下に降りてくるときには、官僚はいろんな政策を議論できるための、ね、その装置ではあるけれどもさ、官僚自体がその決定権を持てない。だから例えば現場どうするのかっていうことをね、官僚内部でね、自由に討論してね、民主的に討論して決めてっていうのは、そんなシステムじゃないわけですよね、そういう透明ないわけですよ。だからある面でその日本の政治権力のね、その、まあ、不可思議なところっていうか、どこにその実態があって、どういうふうに降りてくるかが全然見えないというね、でそういう重要な決定が国民の意思がだから反映するというか、国民の意思によって出来上がっている国家のはずなわけだけど、全然そういう意味ではその重要な決定がね、その国民の意思と全然関係ないと行われることに関してね、歯止めもなければ何が何だその天下四郎が全然分かんないといえば、こういう権力構造のね、実態を何かの形でやらなければさ、これは今のこの小池劇場の話も、まあそれの一生ね、茶番との都議会の問題との官僚の問題でやってるわけだけどさ、あれはやっぱりさ、国家官僚の中心問題で、非常に重要な原発政策とか戦争とか非常に大きなね、国民にものすごく影響を与えるような問題をやるときにさ、誰がどのように で誰も公開的に責任も取らなきゃ議論もしないと分からないというね、だけど どこかで重要な決定だけはなされているというか、そういうこの権力のシステム構造っていうのは、これはまあ戦前から戦前まで日本の官僚制のシステムでという意味で言えば江戸時代と全然変わんねえじゃないかっていう話になっちゃうわけだね。だから全然今の現代国家の中でもさ、政治的なその制度としてさ、何が民主主義や何が自由だっていうね、ふざけんなって話になっちゃうわけでさ、でそういう意味ではやっぱり一番原則的な国民国家という名目になるけどね、国民の意思が国家を作るという権力に反映するという最低限のこの道筋や回路もね、存在してないというようなことが非常に見えるわけでね、でそういう意味ではそういうところでアジア的な先生っていうのは、まあある面でね、政治っていうのは要するにある階層以上、官僚がね、貴族や官僚以上のものが決定してね、国民がやっぱり決定するということ自体はさ、建前もありえないというか、でその代わり国民が生活に必要なところでのその決め事や共同体的な自治やそのものはね、国家が関与しないところで勝手に
そんな教会のね、教会が存続してるっていう形がついてあるでしょ。だから上下で切れててね。で、そういう意味の、上下の形態がまだあるから、国民は性的なものに対しては全然無関心というか、関心を持たないということが対応してるかもしれないですけど、こういう問題はやっぱりずっとついてて、そこが一番問題なんですよね、今見ててもね。だから、自由民主主義っていうか、だからそういうものの基盤になるためにはね、アジア的なものの、そういう国家の形に、国民がやらないので意思を持って参加していくためには、やっぱりこの社会的なレベルでのアジア的なものっていうのは多分活かせる可能性があるわけで、社会的共同性のね、あるわけだけどさ、政治レベルでのね、共同性みたいな方に関して言えばね、やっぱり個人、諸個人がやっぱり国家に参加する、諸個人の意思がね、個人の意思がね、政権を決定していくというか、そういうことの考え方っていうか、あるいはそういうものの経路がね、国家構成の中に組み込まれてないとさ、これはもう全然国家のところではやっぱりダメだ。だからアジア的なものが問題になるのは、社会経済過程としてはどん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 解体されていくけどさ、国家の中にはそんな形で意外と強力に存続して、国家形態としては存続してるっていうのが、中国も日本もね、そういう問題してやっぱり残ってるってことが非常に問題なんじゃないかっていうふうに最近俺は思ってるけどね、これはどうしたらいいのかっていう問題なんだろうけどね。やっぱり今おっしゃった通りでね、社会経済社会的なものはどんどん変わっていくんですけど、完全的なものっていうのはもうどんな古いものでも持ってきちゃう。で、いわゆる戦前の天皇制なんかの場合、もう経済社会的にはもう資本制になっちゃってるような時に、急に古代の天皇制みたいなものがイデオロギーとして非常な威力を発揮するみたいなことがありましたよね。そういうところだから、その中国で言えば市場経済になってますよね。でもそれなおかつフリードマン流の新自由主義的なぐらいの徹底した市場経済になっているにもかかわらず、支配形態としてはその統治形態としては中国共産党の一党支配という、それが関連されているという、だからその関連と社会構造とのこのギャップっていうのはもうどこでも関連という言葉を使うと曖昧になるからやば、統治形態、統治形態、統治形態、ね、でこの間前にちょっと聞いた話なんですけど、鳩山さんが首相だったんだけど、でその辺野古の問題とかでこうぐちゃぐちゃになりましたよね。完全に外務官僚に騙されたって言ってました。でその時にこれだから絶対無理なんですって、移転できないですって言った時に示された書類っていうのがあるんだけど、後から出せって言ったら絶対出したみたいな、騙されてるんです。矢部さんっていうのが書いてるね、日本はなぜ戦争することになったのかっていうとか、あるいは原発と基地をなぜ止められないかっていう議論があるとね、結局官僚がそのアメリカと結びついてね、で政府が何かの決定に関与しようとしてもできないと。だから憲法で言えばその政府が決定してアメリカに行ってるんですけど、そのまあ上位にね、日米安保条約があったりとかで、軍事的に言えば日米合同会議があって、その下にその日本があるわけだ。自衛隊なんかも完璧にもうその指揮はね、自衛隊の権限はもうなってると。でこれを一番厄介なのは、アメリカに暴力的に従属してるんじゃなくて、官僚が自発的な隷属をしてるっていうね、この構造だよね、国家意識だよね、官僚のね、この自発的なこの隷属してるさ、官僚のね存在意識っていうのは、アメリカに隷属してる存在意識はね、実は官僚がやっぱり天皇に隷属してた時代、あるいは外部の官僚に隷属してた時代っていうのは全然変わらなくてね、国民自体に権威を求めてない、国民自体に隷属する忠誠の基盤を求めてないっていう意味では、封建時代から全然変わってないという意味では、官僚のあり方のね、が連続してると。いう意味ではね、もともと国民的なものに官僚自体がその連続するっていうか、あるいはそれにね忠誠の対象が存続するという、そもそも近代憲法で国民憲法制定権力が憲法を制定してね、そこから満たされた権力なら、その権力はね必ずその忠誠の対象として国民なり満たされた主体にあるわけだけど、そういうものを持ってないということのやっぱり一つの表れがね
やっぱり官僚がものすごくそういう独善的な先制的なものになると、その権威の対象をたまたま中国を選ぼうがアメリカを選ぼうがね、それはそのさまざま点で選ぼうがあまり変わらないと。でもし仮にこれね、イメージだけどさ、仮に戦後ね、中国の代わりにアメリカの代わりにソ連共産党が乗り込んできて支配してたらね、日本の戦前の戦後官僚必ずソ連官僚のね、下請け官僚になって忠誠の対象になってね、おそらく一番世界で優秀な官僚のソ連の悪口官僚になってたんだろうという、想像できるじゃないですか、ね、アメリカよりもソ連の方が より適応しやすいでしょうね。で名目は人民の解放を一番やってるんだということを言いながらさ、そうです ね反抗するやつは全部、ね、排除するわけだからさ、二重の困難な戦いをね、道にはこんなの問題に遭遇するだろうっていうような問題が多分遭遇しただろうけどさ、要するに同じような行動がやっぱ続いてるというような意味ではね、まだだから必ずしもその憲法ができたのは半おかしで、いくらかさ形式的であってもね、実態なんだかあってもね、ある種の革命に踏み出したみたいなことはあったわけだよね。でだからまあそれはどこでかろうじてさ、戦争や、まあ、官僚に対する規制みたいなもので、ね、働いてる要素はさ、いくらかあることはまだあるけどね、完璧なね、まあそこは矛盾として登場してるっていうのが日本の現状だろうけどさ、でもやっぱり実際上は官僚がどんどんいてね、で官僚がやっぱり自分の批判に、まあ民主党政権ができて自分の批判に矢が向いてきたら、今度これを跳ね返して今度反動な官僚を中心にする反動政権ができてきたら、安倍でさ、今の時代がこうなってるっていうのはそうで、だから官僚的なものの行方がね、どうなっていくのかって見て、警察官僚と防衛官僚みたいな内地系の官僚がね、どういうふうな意味で、治安系の官僚がどうなっていくのか、非常に日本の将来の大事な問題で、戦後のやっぱりその意味では戦争の余波としてね、戦前の内務官僚ややっぱり軍事改良が非常に解体された時代がね、どうなったかっていう問題がやっぱり今あるんだと思うけどね。結局その問題ですね、日本という社会構成体のね、国家における国家装置のね問題なんですよ。で、日本国家権力の国家装置っていうと立法権力とね、立法装置と行政装置一応ね、あとまあ司法装置なんですけど一応動いて、問題は立法装置で議員を選ぶんですけど、実際のところそこで内閣がつくわけですね。立法装置の内閣を作るが、実際の国家装置の行政装置が実際動かしたわけですね。この内閣っていうのは立法装置が作った内閣ですので入れ替え可能なんですよ。ところが国家装置の行政装置は入れ替えできない、いわゆる終身雇用だから。問題はここなんですよ。立法装置が作った行政装置のトップである内閣と国家装置の行政装置のね、このねズレなんですよ。したがってね、内閣が力を持たない。内閣が力を持つためには国家権力の国家装置の行政装置に力を持たないんじゃないですか。ところが行政装置はそれ自身の権力を持っているから、だから立法装置が作った内閣に対して統率するわけですね。したがってね、問題はこうですよ。立法装置は日本国の国家権力の立法装置が作った内閣の権力と国家権力の行政装置の間の闘争なんですよ。こういう問題なんです。まあ結局ね、行政装置がね、立法権の立法のね、法的な制定過程でそちらが主体になっちゃっててさ、政治家むしろ自分で立法を作れないと、で作れる特殊な構想をよく持ってたのは田中角栄で、だから勝手にある程度やれたわけ でだから官僚無視だから最後は官僚から復讐ああいう形で刺されるわけだけど、まあ結局アメリカと結んだ官僚からね、されるわけだけど、そうするとね、課題はね、国家装置、行政装置の民主化の問題なんですよ。国家装置、行政装置の民主化の問題ね、これをきっとやんなきゃいけない。ところがね、これは難しいんですよ。さまざまな日本国憲法下の法体系があって、その中にさまざまな改正があって、例えば公務員法とかいろいろあるでしょ。それで公務員はいわゆる労働組合の形成できないしね、さまざまなね、いわばその日本国憲法体制の中で国家装置自身がね、一定の限界の制約があるから民主化がもうすぐ難しい。けどね、根本問題はっきりしてるんですよ。
国家総置、行政総置は民主化の問題なんですよ。民主化っていう用語、あんまり私使いたくないけど、一応ね、民主化という用語を使うそうなんですよ。国家総置の行政総置の民主化なんですよ。これです。これ課題なんです。発揮してるんですよ。まあ、国家もね、組織優先しない組織がね、国家っていうか組織が存続しさ、国家自体でさ、生活を依存してる、ね、そういう、だからある面では誰かからの集団で依存してるさ、まあ税金という形であれさ、そうです、やっぱり佐藤優に言えば階級でさ、集団してるわけです。そうそう、いわゆる不生産的階級ですからね。うん、それはね、中国でね、地主がさ、農民が搾取しようかね、国家がさ、税金取りで搾取しようと同じことだと同じことであってさ、やっぱり官僚、地主の代わりに官僚が強くなるか、官僚の代わりに地主が強くなるかだけの違いがね、中国革命の問題であったわけでさ、そういう意味じゃ、そういう基本的なね、歴史の国民がね、歴史の主人公になって権力主体になっていくという意味での革命ではなかったわけでさ、超革命もね、そういう問題はやっぱり依然としてその現在の中にあるよね。したがってね、問題はね、どうなるかというと、国家総置におけるね、行政総置の民主化っていうことを別の言葉を使うと、そこのいわば従業員、職員ですよね、それの自己権力の確立って問題なんですよ。いや、国家総置の内政中だからね、その内部ではね、内部だけで不可能でね、それは外部がね、社会全体がやっぱり同時にね、民主化するっていうね、基盤において初めてね、成立していくわけでね、で、おそらくそうでない限り、国家はね、国家の伝統的なその総置の方を優先していくわけですから、あ、まあ要するに日本ではね、アジア的官僚は官僚主義の中長い歴史があるわけだし、中国もあるわけで、まあ、それは簡単に壊せないですよね。だから毛沢東が文革で最後いろいろ言われたけど、最後に目指したのはさ、まあはまあ、毛沢東自体が初めから権力についての考え方が明瞭でなかったからあれだけど、自分の権力のためにやったのか、本当にやっぱり官僚の問題を最後問題にしたかったわけでしょうね、最後は毛沢東はね。だから官僚革命をやりたかったけど、官僚のね、あれをさ、資本主義の、そうする資本主義のどうでこうでというよりも、地主が復活するかどうかっていうかさ、そういう恐怖感から彼らが、地主とかさ、反民、要するに旧民主党連中がね、要するに中国で共産党が地主やその辺も弾して社会革命やっちゃったからね、それからの報復無駄に溢れてたわけですよね、そのインテリアね、そういうやつのね。だからそれに過剰なさ、警戒心を抱いてね、それよりも中国の官僚制の問題にね、内部含めて、絶えずどう変えていくかということに意を配ってればよかったんだろうけど、そういうものはなかったからね。それと結局ね、そのさっきの自己権力を別のね、評議会という用語に変えればね、国家権力の国家総置におけるね、評議会建設の問題なんですよ。評議会という用語を使えばですよ、自己権力という用語を評議会という言葉を使えばね、でこの課題なんですよ。でこれは結構ものすごく難しいですよ。まあ、有吉さん言ったように、いわゆる社会構成体の社会の場合のね、権力関係は変わらないとできないから、そういう問題があるから、ただ課題ははっきりしてますよ。そんな、そうだと思いますよ。そろそろ今日は終わりましょうか。お時間ですね。あ、まあ、もうちょっとあるから一応、発言してないから、ね、だから言ってます、ま、もうちょっとあったら、ね、議論がね、初めからなんかこのアジア的産業史論争みたいな議論はね、ちょっとね、その概念が一応難しいですから、やっぱり僕今使ってる意味でね、アジア、我々のもう無意識も含めた前提になってるヨーロッパとかアジアとか歴史観がね、それが主流で本領でね、歴史が動いていくっていうことで、現状そうなってないって、ロシア革命以降そうですけど、まあ、あれがやっぱりその形を変えたわけで、いろんなものが共存するね、横並びになって、だからヨーロッパもアジアも、だからそういう意味でヨーロッパが相対化されたね、まあそれでもまあヨーロッパも大きいわけだけど、要するに、ヨーロッパといってもアメリカとかね、ちょっとあるわけだけど、そういう並びの 中で文明や歴史の発展過程が、ヘーゲルの時代と違ってきてね、ずっと変わってきたと。
で、まあ、その一番象徴は、で吉本さんは士官をね、アフリカ的段階みたいなまで広げて、要するに縦並びの士官の士官、縦で発展してきた士官とね、そこからまあ横の今の世界の関係をね、序列して序列付けて見るというか、文明と野蛮とか見るというか、こういうね、考え方自体がもう成立しなくなった時代で、もう一回ね、それぞれのその領域で持っているアジア的地域の人たちの地域の問題と歴史なんかの問題と両面から問題見なくちゃいけないという形で、そういう形をね、もう見るときって、それは逆に日本の社会の中では、日本社会の中でね、日本がいずれにしてもヨーロッパに追いつけ追い越せって、近代化してきゃ日本社会がそのそこの構想の中にあるんだっていう考え方が反省的になって、日本の内部にあるものをね、翻弄するものを、文化、精神、国家、社会編成のあり方、あるいは家族のあり方、兄弟のあり方、人間考えのあり方までね、含めて、そういうものの見直しみたいなものが、まあ、出てきた時代がやっぱり現代で、まあ、そういう中でアジアの問題っていうのは広い意味で議論をね、していけばいいわけだけど、まあ、そこへ入るときに、そういう段階がどういう現象として僕らのところに現れてるかっていうのをちょっと一応この結びつけて議論するのは非常に難しいものですからね、まあ、あれですけど、まあ、大体そのアジア的っていう議論自体が大体歴史発展段階論の議論自体、歴史的な段階の議論自体をすること自体もものすごく今どうなんだろうね、少数派になってんじゃないの、もうあんまりそんなことみんな議論しなくなってんじゃないの。だってアメリカと、ヨーロッパに、ヨーロッパから世界の未来のモデルが出てくるなんていうのは幻想もみんななくなってるだろうしさ、みんなそんなふうに昔は考えてさ、だから誰かちょっと気の利いたやつはヨーロッパ行って先仕入れてきて日本へで売り出せやね、まあ、文化人も知識人もさ何でも物になったってみんながもてはやされた時代でもなくなってるわけで、でおそらくそうでしょう。で中国の評価もね、戦前まで一時期まではさ日本よりもはるかに巨大な国で、かっては日本の歴史よりも日本のね先生みたいな場所を占めたけどさ、近代以降は中国なんてさ日本よりも遅れた近代化を、遅れたね、近代化のアジアみたいなこといっぱい残してるね、社会だっていうようなイメージが一応取れたけど、最近変わってきたんだよね、必ずしもそうじゃないよっていうようになってきたけど、どういうふうに見ていいのか、なかなか理解するの難しいという問題が出てきてるでしょう、今ね。そういう問題の中でもう一回ね、いろいろ素材があって、問題見るときに、見ると、そうするとやっぱり最初に言ったその経済社会の発展の段階で見るものと国家や文化のレベルは必ずしもイコールではない、文化や国家だちぐはぐな発行があるということを前提にしてね、一体一体をしないんだよということを しながらね、やっぱり日本やその国家の問題、領域の問題を見るかと、ではそういう中で非常に日本の場合には沖縄の問題が非常に大きな、どう見るかが重要になってきちゃってるというような問題があるわね。アジア的なものっていうね、それがあんまりこう議論されなくなってきたっていうのはやっぱり理由があると思うんですね。例えば典型的な例でいけば、現在のアメリカ大統領選見ればいいと思うんですけどね。でもまあそこまでいかなくてもオバマの大統領の問題ね、考えればいいと思うんですね。でそれはどういうことかというと、アメリカ合衆国における統治形態という問題に限定すればいいと思うんですね。それはオバマ大統領がチェンジをかけてきたわけだけど、ところが実質ですよ、アメリカの統治形態における3つの力のですね、相互作用によって実際のところチェンジはうまくいかなかった、あんまり前進しなかった。どういうことかというと、アメリカ合衆国における国家権力の国家総理の立法権と行政権、この3つというのは、立法権の場合上院と下院がありますからね、上院と下院と行政権力における大統領、この3つがですね相互に権力の闘争しちゃってですね、うまくいかない。でそうすると上院と下院というのは当然のことながら民主と共和党で分かれてますからね、それで議会勢力も時々の選挙によって変わるわけですよね。このいわば上院における共和党民主党の
権力、勢力の配置と下院における民主党、共和党の勢力の配置とね、大統領と、この3つの権力関係によって動きがない、こういう問題がやっぱあるんだと思うんですよ。でこれはアジア的な問題かっていうとどうも違う。それは文字通りヨーロッパ的な問題、もしアジアとヨーロッパというんだったらね、いわゆる議会制民主制における国家装置の立法装置と行政装置と関係の問題なんですよ。ここはね、ものすごく難しい問題で、我々はちょっと考えていかないと。中国ね、ヨーロッパの問題もそうだけど、そういうアジアの問題もそうだけど、まあ、特に中国がどういう動きをしているのか、一体どうなっているのかね、中国の政治形態、権力形態で、ね、国民の関係ね、中国自体がどうなっているのかで、まあ、ああいう形で先制的な、あるいは強権的な形態をね、ずっと進めていくのか。まあ、おそらく中国でもう一回何らかので民主革命が起こるだろうし、おそらく次の段階で起こるとすれば民主革命のね、段階の問題で、でそれはだから天安門事件の展開を超えるようなものがどっかで起こるだろうか、起こりうる可能性を持ってるけどね、まあ、その辺のところ で、そこでね、東アジアでの連帯のね、考えられるし、ね、僕は中そこでね、中国の問題を考えても注意しなきゃいけないのはね、中国共産党それ自体が、中国共産党問題に限定しますけどね、さっきアメリカの例出しましたよね、国家権力の立法装置と行政装置の関係の問題だと言いましたけどね、中国の場合は統治形態は一党独裁ですからね、しかも8000万人ぐらいいる党の一党独裁ですから、うん、ということは8000万人ということはね、中国共産党自体が一つの国家装置ですよ。一つの国家装置っていう方は注意深くやらなきゃいけないけど、そうするとね、一つの国家装置の中に立法装置もありですね、行政装置もあり、司法装置もあるんですよ、中国共産党内部に。それはやっぱ社会に全然開いてますからね。でもここの問題ですよ。したがってね、中共産党と一つの国家装置、超不安な人の国家装置であって、この国家装置の中で立法装置があり、行政装置があり、司法装置があってね、この立法装置では、ある一定の条件の下で、いわゆる民主的に、いわゆるですよ、さまざまな条件があるでしょうけど、やっぱり有望な人がですね、選出されるんですよ。そして、代議員となって、立法装置を作るわけね。こういうね、やば問題に振り向かなきゃいけない。その上で中国全体の中国共産党の国家総理とは区別した中国全体の国家総理の身近な問題だね、両方やんなきゃと思いますよ。これはただものすごく難しい。まあちょっと予想つかんから分析をね、どういう考え方として理解したらいいのかちょっと想像つかないところあるからね。でもまあ早い段階で多分ね、このアジア的なもののね、レーニンの分析がね、中国共産党の分析に結構使えるんじゃないかっていうのを、まあ俺がパッてやってた資料をもう一回再編成して、アジア的なものというか中国的なものの理解をね、もう一回展開し直そうと思ってるけど、まあこの南東論を今日はねちょっと入れなかったんですけど、南東論のね、上のところはまあこの南東論自体で展開していることと後期の南東論というか、ここでまあ一番最後のでやってるところはもう89年以降で、ずっと吉本さんは沖縄問題でのまあある面で挫折という言葉は使ってないけど挫折したわけですよね。60年代南東論でやっぱり解明できなかった。でこの後まあある面で北方の問題へというような形で問題を拡張して、もちろん視野をね、日本列島のイメージを違う形で再成り立ちから形成から発展までのイメージを展開し変えようというような形でしてるのといろいろやってきたわけだけど、
問題はやっぱりそれが現代とどこのところでつながるかっていうのがもう一つやっぱりはっきりしないというか、うん、俺はだから70年の沖縄闘争の時の問題と現代の問題と考えるとね、やっぱりあこ沖縄問題の中で沖縄闘争の一つの大きな問題はやっぱり非戦という問題があったわけだし、戦争に対する対応の問題があったわけだし、やっぱり銃と民主の問題があってね、でその問題と南東論がどう結びつけるのか結びつくのかというようなイメージでね、やっぱりそれはちょうどその近代の政治革命とね、ザスリッチのその教材がね、その世界構成の中で近代資本主義の生産条件の中で結びつくのとね、でじゃあ古い日本のその政治的な人々の共同意識が形態と社会を変えていく民族民主みたいなものとやっぱり結合できるのかどうかっていうのを結びつけるのかどうかっていう、そういうレベルの問題で、おそらく一つのアジア的な段階の発展の意識から見れば当然次の段階としてこう考えられた銃と民主がね、どんな形で結びつくことによって銃と民主自体の中身をね、現代の中身を超えていけるかというか発展できるかという、住民と民主自体を非常に永続的なものと考えられれば、そういう展開のね中に、つまりそのことの基礎をどこで得るかということの問題としてね、いわば原付基盤をどこで得るかということの問題として、そういう沖縄の中で展開している国民の意識っていうのはね、そういうものがあるのかというような、そういう問題がやっぱり南東論の問題の中での議論の形にはなるだろうなと思いますね。で多分ね、忘れられた日本人という本があるんだけど、あそこで宮本恭一が、ね、選手が展開している広島、ね、大きい あこでの その民主主義の問題みたいな議論がずっとあるんだけど、ああいう問題とつながってるのかなというふうに思ってますね。まあ、初期の谷川軍が取り上げて、谷川軍がそれを使ってた、まあ、1957年頃のね、要するに民主主義っていうのはこれ庶民の中にある民主主義というか歴史の中にある民主主義として、要するに対馬やそういう島で基本されてたね、合議形態というか物事の決定形態のね、まあ延々その同じことをその3日も徹夜して議論するみたいな、そんな形態みたいなやつを考えてたわけですね。でそのことの中で民主主義の問題っていうことをもう一回、まあ、谷川が考え直そうとして、結びつけようとしてたわけだけど、沖縄問題そういう、沖縄が言ってる自己決定っていうのが沖縄の古い何か伝統とどこかで結びつくのが可能なのかっていう、自己決定っていう彼が言ってるような民主主義と、ね、現在的要求と結ぶあるのかどうか、そういう問題を要するにこの吉本さんが言ってる南東論の中に、要するに結合できるのか、はめ込めることができるのかっていうような問題が、多分この南東論時代の問題、あの当時は僕らでうまくできなかったわけだから、そういう考え方自体も含めなかったわけだけど、これ今の沖縄の問題の中にそういうものを見出せるかっていうような問題がやっぱりあるんだろうと思いますよね。どうも発言しない人、発言してください。ああ、はい、大島さん、発言。どうも大丈夫です。で関係の絶対性っていうのは今一応分からないんですけど、それをどういうふうに捉えてるんですか。で南東論に入る前にそのだからレベルも確かに抽象度を移転しなきゃいけないから、で畑さんが言ってるみたいな話にどんどんなっていかないと議論にならないんだけども、どうも味岡さんが言ってることはもっと違う、こう一対一ではないようなことをこう考えて次回を持ってるみたいだから、その前にだからその2つをつなぐようとして関係の絶対性抽象的でいいので自分はどう理解してるみたいなことを言ってもらうと次の講義を聞きやすいっていう意味で質問してます。そうですね、まあこの南東の話はね、これいろいろ入ってるんで、まあ、実はその南東の話からボケ論の話はちょっと違うわけだし、ボケ論の話はここでやりたいと思ってて思ってるところもあるし、で
まあ今なんとろんの大雑把な話だと、日本が結局どういう日本の社会の育成というか、日本の社会のイメージを描けるかっていうのは問題とね。で、我々の子供の時代だったら、なんとなしに世界がヨーロッパから向かって、ヨーロッパをモデルにして世界がこうね動くというのが社会常識みたいな形で浸透してたわけだけど、いい悪い別にしてね。で、そういうことではないところで今の時代が変わっていくとすれば、どんなが社会がこのイメージできるかっていうような問題の中で、アジア的な段階っていうような問題はまあ見えた。ただ過去のね、日本の社会の分析としてアジア的なものを分析するときには確かにしやすいんですけど、未来の問題として、これから先の問題として分析するとね、非常に難しいという問題があるんですね。だから未来を、過去の話をその分析するときだと、過去の理解 の認識の仕方に対して、従来持ってたところがどうも単純すぎて内在的なところまで分析できないねと思ってることに対して、アジア的な概念をはめ込むと、確かに見える共同体の問題にしても、アジア的な生産様式の問題にしても、文化の問題にしてもね、文化と政治の問題にしても、構造的な分析をする武器には非常に使えて、なるほどと思うところがあるんだけど、これは未来にどうなるんだっていう、未来にこのアジア的な概念はどうあるのかっていうのになると、なかなかね結びつかないんですよ。だから吉本なんかもやっぱり最後になると、やっぱり吉本の近代史の問題、原発なんかでね、原発が撤退するのはおかしいと言い出す、あれはやっぱり一種の近代主義みたいな概念に立ててきてね、いやそうじゃないじゃないかっていうような問題はね、近代的なものへの、その技術やそういうものへの、そんな我々は信仰はないわけですから、技術の一つ単なる一つだから止めればいいって、間違えばやめればいいんだって、ね、もね、何も絶対的でそんなものを判定するはずはないと。いろんな技術は確かにできるよね。技術をやっぱり社会化する時の原発みたいに社会化する必要は全然ね、ないわけで、核の解放の問題がやっぱり人間の非常に技術の問題として残るならね、それが何らかの形で実験者は残るかもしれないけどね、原発として少なくとも残さなきゃいけないような問題ではないし、で危なっかしい原発なんてのはもう一刻もやめた方がいいし、経済的ないろんな面から見てもやめた方がいいことは確かでさ、でそれを存続していいはずないし、そんな無茶なね、その展望のないところに金を使ってあんなバカなことをやる必要はないというようなものははっきりしてて、でそれはもうだからドイツもやめてるし、アメリカもあんなやめる気になって、日本がで、むしろ中国やソ連の社会力で、その原発出世が対抗できる日本も原発出世しなきゃいけないなんていうのはね、ああ何言ってんだ、それは東芝やその人たちの企業セラーはね、それはそれでやらなきゃいけないかもしれないけどさ、そんなものは企業家の例で国家レベルや社会レベルの全体利益から見りゃね、全然わかんない、そんなことないと。だけど原発はやっぱり企業だけで絶対 やれてないわけだから、不作が背後で動いてるわけだからね、でも見えない、全然。だから経産省が指導してることは明らかだけどさ、警察署全然表に出てこないしね、公に原発がなんで必要なんだってのことはさ、一つも言わないし、議論派って言わないし、裁判でも言わないし、ね、我々ヒアリングだって言わないしさ、でこれ一体何だっていうふうに思っちゃうよね。でもやっぱり彼らは我々と関係ないところで平気ですことを決定して進めていくね、そういう独善的な体制で保持されてるわけだし、ある面で聞く身持たないところもあるほどね、官僚の壁ってのは厚いわけで、そういうものもあるわけで、こういうのを見るとね、一体何だっていうふうに思っちゃうけどね。で戦前はまあそういう意見をみんな抑圧するときには天皇の名に持ち出したり、いろいろして持ち出してさ、国家の名に持ち出して抑圧してるんで、今は直接その言葉は言えないから、ね、ただ排除できないから、じっくっとね、このマスコミや官僚いろんなところでいろんな共同体を締め付けて、共同体の権力を動かして、そういう意見を排除するようになってて、嫌な社会ですよ、僕もね、あるアルバイトである、ある新聞にコラムを書いてるんだけどね、なかなか性的なこと書けなくなってきてる。あーと、やっぱりその編集者がいろいろ配慮するんだけど、こっちは編集者に配慮し上げて、編集者の首の間も困るからって、やっぱりいくらか
筆を務めたし、やっぱり言い方をね、分けて、いや、こんな風にして、やっぱりあちこちでいろんなところで、教材とかいろんなところでね、締め付けが来ててね。で、我々はその自分の場所で勝手なこと言ってるからさ、勝手なこと言えて、自由に当たり前なように見えてるけど、社会の今の基盤の中でだんだん苦しくなって、言えなくなってね、で、こんな風にして、官僚的なものがこのジヤッとこう出てきて、いろんなところへ来てるのかなというのをすごく感じて、嫌な感じっていうのはすごくしてるところ多いんですけどね。あの、先ほどね、小林さんの質問に対して私答えなきゃいけない任務があると思うんで、一応ね、あの答えようと思うんです。で、その時にね、あのいくつか言わなきゃいけないと思うんですね。それまずね、一つは何かというと、質問をするときにね、質問するときに自分はその質問に対してどういうふうに答えているのかという、質問者自身がね、その質問に対して自分はどう考えているのかっていう、そういう多分ね、態度が寄せたと思うんですね。思いますよ。質問するときには自分自身がそれに対して、その質問に対してどう考えているのかっていう態度がね、多分寄せされる。これは一つね。もう一つはね、まあ、態度ですから、まあ、エチカって言葉を使うんですけど、もう一つ何かというと、その質問の、ね、意味ね、意味と意義、意義というのは評価付けです。その質問というものが当然意味を持っていて、意味に対して評価付けるっていうね、評価付けにしようと思うんですよ。質問に意義がないと、当然意味があるわけね、ミーニングがあるけど、意義、評価付けの価値っていう意味だけど、その問いの価値は何かっていうことはちょっと考えなきゃいけないと思うんですね。これは2番目で、3番目で、じゃあ具体的なね、環境の絶対性をどのように考えるかというね、吉本の環境の絶対性をどのように考えるかっていう時には、当然その問いはね、問いはですよ、何らかの意義がなきゃいけない。意義付けがない限り、つまりということは一定のコンテクスト、文脈がない限りね、そのに対して答えることは非常に難しいと思う。で、次ね、そうするとね、こうなるわけ。吉本貴明の関係の絶対性をどのように考えるかっていうのはね、これは極めて抽象性が高いわけでね、この問いに対して答えることはね、文字通り無限に可能だと思います。無限に。その上でね、じゃあ私は当然、レスポンス、答えつくのには、吉本の環境の絶対性っていうのが、置かれているのはコンテクスト。文脈を考えて、そしてそれに対しては応答しなきゃいけないと思うんですね。そうしないと多分ね、答えることはできないと答えたり、多分ですよ。そうすると、差し当たって、吉本貴明の関係の絶対性をどのように考えるかっていうね、意義、その問いの意義づけをね、意義づけを、いわばですよ、思想の態度、思想に対する態度という、そういうコンテンツに置き換えて、差し当たって答えていきます、最初から。ということで、こういうことです。関係の絶対性っていうのは、自分のいわば主観性、こういった思い込みを超えた人間の、ね、関係があるということなんです。そういう客観的な、そういう客観的な関係性っていうものはね、そういう人間を強いてるんですよっていうことだと思いますね。一応これが私の強いてる、強要の強、強争強要してる、その関係を担い手である、ね、その個人の主観的なものをね、超えた客観的な関係というのがあるんだってことです。超えられない関係です。一応そう、もう分かりました。最初のその、自分はどう考えるかっていうのははっきり言えないんですけど、味岡さんが未来っていう言い方をして答えてくれたんですけど、ここのが何、どういう構図なのか初めてなのでよく見えないので、その抽象的なことを言えば少し構図が見えるかなと思って、だいたい味岡さんの話してた話もそう、うん、大体なんとなくは分かるし、あの木畑さんのはすごい分かりやすい、木畑さんのはすごく、うん、よくその
言葉通りよくわかりました。ありがとう、うん、あのお二方ありがとうございます。あれだよね、沖縄問題で、ね、アジア的な問題っていうのはちょっとね、沖縄の問題だともうちょっと優しく分かりやすくなると思うんですけど、具体的にね、沖縄の今の問題をどうするかっていうことの中で、まあ逆に言ったら沖縄問題の解決の方法なり展望なりが非常に難しいということもあってね、どう考えたらいいのかっていう、まあその中でなんで南東論的な思考が出てくるのかと、それはゲートとどれぐらい距離があるのかっていうのも非常に見やすいところがあるからね。ただまあアジア的なものっていうその前提としてね、世界史の中でまあアジア的なものをどの程度見るかっていう、アジア的な概念をどの程度入れるかっていうことは、歴史的に今の動きを我々が歴史の中でどういう場面であってどういうところへ行こう、過去から未来へ移行しているのかっていう今の我々の位置をね理解しようとするだけに、そういう前提になっている考え方を我々は無意識のうちにいろいろ子供の頃から知識を入れて受け継がれて、まあ漠然とイメージをそれぞれ形成しているわけですね、時代の中で。こういう問題で、それが必ずしもその通りにいかなくなってきてて、ね、そういう時代の中でどう考えたらいいのかというところで、ちょっと意識的にというか自覚的にね、こういう考え方を用いたらどうだっていうことの中に、今一つアフリカ的、アメリカ的、アジア的だね、いう段階というようなものを入れてね、歴史を見方を少しちょっと緻密にしてみようとか、ちょっと変えてみようとかってね、そういう形でものを見てるわけですね。でこれはまあちょっと最初の話の冒頭で、この吉本さんのアジア的なことの中での中心主題が、まあ、インド問題とレーニンの脱水地への手紙とレーニンの農業概論とかコミンテルの話とか、そういう話だったから、それに特化したからちょっと抽象的に、ね、なりすぎたんだと思うんですが、ちょっとまあ このテキストの貼り合わせでは、南東論よりはある面で見れば議論がね、ロシア革命1980年代の頃に思考なんかで随分展開された議論ですけども、吉本さん非常に興味持ってた一方で、の社会が行く時にマスイメージ論やね、サブカルチャーが出てきて、高度成長でいろんなものが出てきた時にハイメージやマスイメージのことを考えてるが、背後でアジア的なものを同時に考えてたんだろうなというのが、まあ、この思考の中にね展開された議論なんですけど、そういう一方でその資本主義と言われるものが高度成長を通して全く従来と違う様相へ行く一方でね、アジア的な社会がどうなってんだっていうようなものも同時に視野において検討してないという世界を理解できないという吉本さんの問題意識があったから、意識的に多分やってこういうふうにやってたんだろうけど、でもまあある面でコミュー型国家の問題とかプロトコルの問題とかっていうのは、初め僕らはそういうことを議論する土壌のもとで育ってきたから、ある程度ピンとね来る言葉ですけど、全くこんなことを議論したことない人が言われるとちょっとね難しいだろうなと思いますね。だから多分僕らから言うと、脱水症の手紙とかね、インド人の、ね、まあ、常識的な議論の延長の中で、そういう議論が育った世代ですから、マルクスがこうね、なんでインド人のことを問題したかと、方針のことを問題したかと、でそれをどう理解するかということを、で従来はそういう当たり前だというふうに前提に来てたのが、やっぱり、まあ、緑の問題が出てきて、エコロジーが出てきてね、マルクスのああいう近代主義はねおかしいんじゃないかっていう批判が出てきたりして、もう後出てきて、ずっと後から出てきた議論だよ。そういうものもでも今出てくる自然の時代の中に今はあるわけですけどね。でも依然として会計についてなんで、やっぱり僕は吉本も最終的にはね、吉本さん自身はね、近代化の問題とね、そういうアジア的な最前線の問題をね、その前と後ろに進むっていうか、前に行く時には過去の問題を離脱して再編成して組み込んでいくっていう、再生してものを受け止めていかなきゃできないんだって、一応難しいところですけど、その吉本は近代を超えるためにはもう一つ先に行かなきゃいけないと、ところ近代のもう一つこっちになってると、もう一つ向こうへ行かなきゃいけないっていうふうに
過去に戻って再生していかなきゃいけないというそういうような形で歴史をね前に進むためには過去のものもね違う形で再生していかなきゃいけないという考え方があるんだけど、ここは非常に吉本の理論が難しいんですよ、吉本の考え方なんか。ですからアジア的なものでも吉本はアジア的なものがやっぱり解体される資本主義によって解体されていく前世をプラスの面で見てるんですけど、で同時にねマイナスの面で失われ美しいものを失われていくっていうことに対してねどうするんだっていうような問題があって、そういうことをその再生することはどうだっていうような問題があるんですね。で皆さん 知らないですけど渡辺教授さんっていう人がいるんですよ。であの人がね雪死世の中っていうことでね明治維新以前の社会を書いてるね。でこれは美しい真珠のように美しい社会だった。当時ヨーロッパ人から日本に来た人たちがね日本を見た時ねなんて幸福で美しい世界だっていうふうなものを見てるわけね。で失われた世界、まあ真珠のような世界って。でそれでちょっと江戸時代の分析をですね当時の明治維新以降で日本に来た文化人っていうの人たちのイメージから描いてるわけです。 まさにアジア的な世界を描いてるわけですね、その江戸時代の世界を。でもねその美しい世界はね渡辺さんもそうだけど一方で失われる必然性を認めているわけだけどね。だけどそれを描くのはできてもね描かれた世界が今後どのようにね存在していくのかというような問題はね非常に難しいというか非常にそこのところでその近代的なものをめぐってのその議論がね、これは明治維新以降日本人がずっとやってきたわけだけど、古いものを残せっていうのと新しいところへ行けっていうね。でこういうものの議論の難しさっていうものはアジア的なものを議論するときには必ずあるわけですね。だから最終的にお前どっちに尽きてんだっていうようなことになると、まあ、みんなは分からないと。僕の友達だったっていうか、まあ盟友だったっていう言い方はちょっとあれだけど、中上賢治にしてもねああいうふうに古い世界のこと書いてるわけでしょ。で美しい世界美しく書いてるわけ。じゃあお前本当に最終的にねその世界のね再生が次の社会になるのかっていうと、やっぱりそういうふうにもそうも言っとれないよっていうようなことがあってね。だけどやっぱりそこで現代の社会を批判するときに古いものも生かすというやり方はね、いやある種の有効もあるし有効もあるけども、じゃあ本当の意味でじゃあ中上自体もなんでお前そういうお前なんでやっぱり都会に憧れて都会から逃げられないんだと、都市にやっぱりずっとあるんだってね、都市に執着してきたんだってね、何をね、じゃあそれ何なんだっていうようなものになるとやっぱり自分でも回答が出ないというような問題、やっぱり行き着くところが吉本にしてもねあって、でまあ逆に三島みたいに結論出しちゃってさ、要するに古いもののために腹切っちゃうってことになっちゃうとね、それはいいけれどもね、それはちょっとやっぱり現実違いましょうと、本当はそうはいかないですよってなるわけですね、今天皇文化的天皇でここでね。でも三島がそういうものへの評価として過去の現代の歴史に対して評価批判して過去のものをやっぱりいろいろ取り出した時はね、それなりに我々にとっては検討しなきゃいけないなものを誘われるというような問題があってね。でそれがやっぱりアジア的なものを理解するときの一番難しい、いつもそこのところで揺れ動いてるわけですよね。だからアジア的なものがその前に進むってことが過去のものを同時に再生していくっていうのは美しい立場だけど、一体それは可能なのかどうかっていう問題が絶えず内包してるわけですね。でだからやっぱりね、僕の田舎でこの間帰ったんですけど、兄の三回忌で帰ったんですけどね、田舎山行くと子供の子さんと山っていうのは本当にね、その牧歌的な山で里山みたいなところで雑木林があって、いろんな山もいろんな取れたりとか、秋になるとキノコが取れたりね、果物取れたりみたいないいところで育ったんだけどさ、でも今はもう帰るとその里山といってもそのみかん山とかそういう耕作地はいいけどね、それが一歩外れるともう山は荒れっぱなしで竹林と雑木林になってほとんどそういう山が壊れてるわけですね。だけどどっかででもその壊れていったそのプロセスの必然性から見れば、僕らの子供の頃は専業農家で、圧倒的に村の中で何十軒もあったけども、僕らの兄貴の世代は専業農家で1軒か2軒ぐらいしかない専業農家になって、みんな農家で解体してるわけですね。
で、じゃあこの山をどういうふうに再生していくのかっていうのだったら、経済的にね、のみんなもう一回農民になれなんていうようなことは言えないわけですから、どういうふうな形で可能なのかっていうようなことを言うのとか、ね、その俺らが外から美しい、もう一回ね、どっか少年期の夢見てた、でもそういう俺もやっぱり田舎を捨てて東京に来てさ、やっぱ東京に住んでて、やっぱりそう簡単に帰れない自分がいるわけですから、そういう世界のことを両面見てね、そういうことを考えてるとね、だから兄貴の息子が農業を今度サラリーマンやめてもう終わってね、定年で農業を作ってるから、いやいいことだねって言うんで、農業も本気でやって、あの辺の村のリーダーになって、里山再編でもしろよというふうにね、手紙でも書いてあげようかと思ったけど、じゃあ俺がどっかで暇の時に過ごすのはいいけども、そういうことはそうね、そういうアドバイスを言われるんだったら戻ってあげてもいいと、俺が出るわけではないと思ってるけどさ、まあそういう話ぐらいは知りってもいいなと思うけど、でもなかなかそういう問題は難しいよねっていうことがあるわけね。実際上はその社会がどんどん進展していけば、その技術による社会の革命っていうのは人間が利便になるし、自然から対象から離れていくよ、行けば行こうと行って独自の世界を作っていけば行こうとね、人間はね豊かに見えるしね、豊かになっていくは確かに利便で豊かな生活になることもあるわけですよ。自然の制約から解放されるわけですけど、でも同時にそれは自然が制約なんだけど、自然が持っていた美しさを失っていく、自然の持っていた力を失っていくっていうね、だから自然を再生しながら同時に失わないで自然から離脱していけるなんていうこと自体がね、人間にとってさ、それこそその普段のね環境問題ではないけども、人間のね、人間と自然との間の代謝関係を壊さない形で再生できる形で自然から離れていく、自然以外の領域を拡大していけるっていうのは理想だけどさ、そんなことは一体可能なのかっていうね、ことをやっぱり問うてるわけでさ、そこの問題の中にアジアっていうことがあった時に、アジアの幻想とアジアの問題が全部出てくるわけですね、ヨーロッパの問題しても。でそういうところで、まあ今の沖縄の問題もそうですけど、そういう形になった時もうちょっと具体的な議論をしたいできると思いますけど、そういうその一番基本的なところで我々がぶつかってる問題っていうか、これは我々がね、思考室の中でさ、やっぱり歌もそうですけど、やっぱり我々は 歌を歌うとカラオケ行くと演歌しか歌えないけど、演歌歌ってこの世界はもう過去の限られた世界だ、限られた歌だっていう限定の歌ではないよって分かってるわけですよね。でもやっぱり新しい歌はなかなか歌えないし、でも若い世代が新しい歌を歌う必然性もよく分かるしというような問題があるわけでしょう、ね、でそういうのが現代社会の中でずっとこう社会を覆ってるわけでね。でもにもかかわらず何もその新しいものは過去のものをその全部うまい具合に、合理的に解決して先に進んでくれるというふうには世の中進んでないというね、ことの矛盾もあってね、やっぱりどっかで過去を再生しながら未来に向かうために逆に過去の再生が必要だということで、そういう意味で人間我々の消えた原点がね、絶えず過去へ戻っていくっていうか訴求していくということの必要性をね、人間は持ってるんだっていう、だから必ず未来っていうのは現在の過去に対して戻っていくっていうことと、過去の新しいものを開いていくっていうことがいつも同じでなきゃいけないっていう、まあそういう吉本の考え方は非常に魅力的な考えなんだけどね、だから非常に難しいという、吉本はまあそういう形で議論してるんだけど、最終的に吉本さんもあって、その時もしそこに矛盾が起こったらどうするんですかって言ったら、あとはやっぱり近代選択するんですか、過去選択するんですかって言ったら、やっぱり吉本さんは近代選択したらね、三島は過去選択した人でしょ、そういう問題が僕らの中にあるわけですね、大変。でやっぱりそれはどちらがいいのかっていうような問題があるけど、中上だってやっぱり中身は最終的に天皇がいいって三島が評価してたことで、吉本と三島の間でやっぱり過去と未来そういうところだって引き裂かれてるみたいなところがずっと見ててあって、背景出せなかったですよね、人間だったりなんか作家だったりな気がするし、まあそういうところでね、今アジアのことを議論するっていうのは僕らの問題視の中にある中で議論してるんで、でそういう中でもう一回世の中今の動きの見方をね見たらいいのかって、そこの中に我々は大なり小なり矛盾なり痛みなりを見ながら世の中のことを見てるわけでね、でその矛盾や痛みをねどうしたらいいのかっていう、
そういうことの中で見てるあのものの見方の読み方やですね、感じ方の中にあるね問題をどういうふうに意識的なものに突き詰めていけるのかということの中で、まあここで展開されてる南東論やね、あのアジア的なものっていうことのあの展開を見てるんだよねということで理解していただければいいと思います。じゃあ一旦これで終わらせてください。それで三上さん、終わったと後で日程調整ですけど、うん、ちょっとどうします、12月どうします、あ、いいです、やります、いつやります、11月